始めさせていただきたいと思います。本日は天候の悪い中お集まりいただきましてありがとうございます。今日7月7日はもうこちらにいらっしゃっている皆様方には坂の海鉄砲ではございますが、東京事件から81年ということで7月7日、81年目の東京事件の日になっております。本日はですね、2部構成になっておりまして、一部はここで早川忠則さんの、良い日本人の戦争の講演を、させていただき、17時45分からですね、国会前の方で、市民集会をするという2本立てになっております。今日こちらの方のですね、主催の方からまずはですね挨拶をさせていただきたいと思います。では主催のから、よろしくお願いします。どうも本当お集めいただきどうもありがとうございます。いや昨日の夜の台風とか見ててもちょっとなんかもうダメだと思ってました。でなぜか東京だけあんまり降ってないみたいですね。僕北九州ってところで育ってテレビ見ると自分が育ったあたりが完全に水没いっぱいしてまして、なんか東京だけあんま被害がなくてなんか申し訳ないという気持ちが半分でも、今日とてもちゃんと天気になってほしいという気持ち半分で今日、朝まであんまり寝てませんが、サッカー見たせいもありますがすいません。今日メインとしてこの後国会前の集会やりますので、ぜひそちらの方もお集まりください。でも一方ですね、今日この早川さんの講演会企画した側が言うのもなんですが、とっても楽しみしてます自分たちが。実はこのチラシ、裏にあるチラシとかチラシの裏、それからこの講演会専用のチラシも作ったんですけども、タイトルですとかあとその説明のところを実は早川さんご自身が案を作っていただきまして、それ読んだ時にわあすごい面白そうだって自分で思ってます。僕が最初に書いた案内のプランよりもより踏み込んだエッジの効いた内容を書いてくださったんですね。本当に何て言いますか、冗談じゃないみたいなことがどんどん起きています。でこの冗談じゃないこの事態の元は一体何なのかということを考えるにあたって早川さんの話は非常に大事な問題提起をされてくださると思います。もちろんこれ一つで答えが出るわけじゃないので、皆さんも一緒に聞いて、それでその後みんなで一緒に考えましょう。終わった後休憩を取りまして、質疑応答の時間も少しですか取らせていただきます。よろしくお願いいたします。早川忠則さんをご紹介させていただきます。早川忠則さんは、皆さんご存知の方もいらっしゃるとは思いますが、戦前のですね、日本のこう、雑誌や新聞等のですね、広告を分析されたりする本を多数出版されておりまして、愛国の技法、新国日本のとんでも決戦生活などなど、多数の、著書を出版されています。最新刊としてですね、こちら の幻の日本的家族というのを請求者さんの方からこの度発売されたばっかりなので、もしよろしければこの後本屋さんでご覧のお取りいただければと思います。それでは早川さんよろしくお願いします。どうも、早川忠則と申します。今日は天気も怪しい中、どうもありがとうございます。今日朝晴れてたので洗濯してきました。だからちょっと心配ですが、夜の行動まで、なんとか天気が持つように祈りを捧げたいと思います。今日の良い日本人の戦争というなんだこのタイトルはというふうに思われる方いらっしゃると思いますが、じゃあ最後になってこのタイトルの意味が分かるような仕組みで今日は作ってきましたので、ご覧いただきながら
まあ、考えていただければなと思っております。じゃあ、まあ、早速じゃあ始めようと思います。7月5日の、僕は毎日産経新聞読んでるんですよ。すいません、恥ずかしいけれども。で、産経新聞に、サピオの最新号の広告が載ってて、ぶったまげたんですよね。もう皆さんご覧になってますよね、これね。これなんですけど、特集が、不死身の日本軍人を語るって出てましてですね、まだ、まあいいや、不死身の日本軍人が語ってんのかと思ったら違うじゃねえかみんなみたいな、語ってるやつはということなんですけども、21世紀かよっていう感じがしました。戦前でも不死身の日本軍人なんていうフレーズはありません。戦中でも、で、何を考えてるのかと、で、祖国のために戦い抜いたすごい男たちがいたっていう、このすごいって何でもつけりゃいいってもんじゃねえんだよっていう感じがしますね。で、このサピオの最新号に、ここにですね、鴻上尚史さんが載ってるんですよね。で、鴻上尚史さん、去年の秋に出した、不死身の特攻兵っていうのはすごく売れてるじゃないですか。では、結構いい本だと思うんですけど、鴻上尚史さん、サピオにっていう動揺がネットに広がりましてですね、で、あ、これはちょっと鴻上さんどうしちゃったんだよ。で、こんな井上和彦とか、まあ、笑ってる人はご存知ですね、大東亜戦争解放戦争だったんだとか言っている人とかと、あとは恵龍之介とかですね、この沖縄デモの恵龍之介とかと並んで大丈夫かっていうので大急ぎで買ってみました。これ買っちゃうんですよね。これね、図書館で読めばいいんですけどね。で、買いました。うわ、不死身の日本軍人は語るって小さいでトースポかよみたいな感じですけど、で、やっぱり祖国のために戦い抜いたすごい男たちがいたっていうんで、この人たちが乗ってるっていうだけなんです。サピオにしては珍しくシンプルな表紙です。もっとこの雑誌自身エグいじゃないですか。この辺とか中国人沖縄ツアー潜入記とかで4ページしかないんですけどね、広告はでかいっていう。で、外国人に日本の健康保険扶養控除は食い物にされているとか、こういうヘイトむき出しのやつが並んでいるんですが、表紙の方は一貫してこの不死身の日本軍人で売りたいっていうふうに来てるわけです。で、なおさら力が入ってるのかなと思って読んでみた目次です。ここまでが特集なんですよ。で、ここからは通常記事なんですよね。で、一応古谷恒平さんのマレーシアのクールジャパン、施設の暴露記事とかも載ってるんですが、まあ、ここは赤ですよね。やっぱヘイトは売れる、だから在日外国人の光と影とか言って赤にしてるんですけど、やっぱり特集これだけなんですよね。で、それでじゃあどんな内容なのかっていうのを見てみました。来てますね、いきなりこれが。特攻隊、特攻機が出撃するのを見送る少女たち、花を持って、まあ、桜の花ですかね、桜の花を持って見送る少女たち、これ有名な写真です。で、それを使っているということで、まずこの特集のメンタリティというのが伝わってくると思います。つまり悲劇の日本軍人たち、歓呼の声を迎え、歓呼の声で送られ、しかし死地に赴いた日本軍人たちのそういうエモーショナルなものを押し出しながら、しかし不死身のすごい男たちで現代日本人に伝える熱きメッセージとくるっていう、この不死身の日本軍人が出てないのになんで熱いメッセージが伝わるのかよくわからないんですけれども、こういうようなトーンで紙面が作られています。で、個別の記事は別にして、編集部が作った梅草記事が世界で称えられる帝国軍人ときたもんだ、これは。で、東郷平八郎、野木丸助、栗林中道、今村仁で、樋口喜一郎で、この東郷平八郎、野木丸助っていうのはまあ定番かと。で、栗林中将っていうのは硫黄島の玉砕の時の指揮官で、今村仁っていうのはインドネシアの、海軍、陸軍大将で、一応このまあ日本の軍人の中ではいい人とよく言われていますが、本当かどうか分かりません。で、この樋口喜一郎っていうのが今めっちゃ売り出されてるんですよ、日本すごい業界では。この人は満州国へのユダヤ、ドイツから逃れてきたユダヤ人難民を満州国に受け入れたっていうので、これめちゃくちゃ今これ
例の杉原千畝でしたっけ、あれに対抗して軍人でもこんな偉い人がいたっていうので、今一押しの日本すごいコンテンツなんです。で、この樋口ルートなんてあったのかよみたいな、分かんない本当かどうか分かんない名前もつけてですね、やられている。で、実はこれ有名な話ですが、陸軍の、満州関東軍の不具計画の一環だったわけですね。で、本当に偉いのはハルピンの特務官員だった安江光線さんが、一応本当は偉いんだけれども、それの上司であった樋口喜一、安江光線さんは戦後素直に、戦犯として収容されて早く亡くなっちゃうんですけど、この人が今押し出されている。ということで、なんとなく東郷ビールの東郷平八郎で、乃木将軍の乃木のステステルの水死への会見って古いですね、乃木乃木さんというのに、こうポンポンポンという、この 軍人で軍事的に偉い人、人間的に偉い人で、ユダヤ人の偉い人っていう、そういうような並び方で世界で称えられる帝国軍人というふうに、押し出されているわけです。で、この 人選の在り方も含めて、昨今の日本すごいコンテンツの中でも、軍事戦争の時の話には必ず出てくる人たちです。この人たちを編集部はチョイスした。で、そこまでならまあ、よくあるやつねと思うんですが、何がしという人の故郷沖縄の村に火を放った10代少年ゲリラ部隊の葛藤という、長めの記事があります。4ページかな、3ページだったかな。で、これは要するに沖縄の五教団という、当時の少年たちが、沖縄戦の最中に動員されて、焦土作戦で自分の村に火を放って米軍に占領に抗したみたいな、そういう悲劇の少年兵士たち、少年ゲリラ部隊と彼らは書いてますけど、それの話をルポしたものなんです。で、この最後に何て書いてあるか。私たちが平和を記念するときには、まず彼らや、この五教団の少年たち、特攻隊員たちのような自らの命を賭して戦った人たちへの感謝の思いを出発点にしなければならないと思う。こう言うとすぐに戦争礼賛だと受け取る人がいるが、それは彼らの思いを受け止めるよりその方が楽だからだ。え？って思うんだけど、果たしてそれで本当に平和は実現するのだろうかっていう一文で結ばれてるんです、この文。で、まず当時の、よくあるじゃん、8月15日の千鳥ヶ淵の、例えば首相メッセージとか天皇の挨拶でもそうなんですが、当時の命を賭して戦った人たちへの感謝の思いを出発点にっていう、すっごいよく聞く話ですが、こいつが書くとどう考えてもなんか、お前本当に感謝してんのかっていうふうに思わざるを得ないんですよ。で、そもそも、こう言うとすぐに戦争礼賛だと受け取る人がいるがっていう、この一発こう引っ掛けてるじゃないですか、ここで。これがまず気に食わねえ。で、それは彼らの思いを受け止めるよりその方が楽だからって、なおさら意味がわからない。そもそも、この宮本何がしが平和を記念するっていう、平和を祈ってるんだそうです。こういう人って大体、安倍昭恵と同じでお祈りしますと言うんだけど、平和運動やってねえんだよなという思いを言わざるを得ないんですね。すいません、ちょっとボルテージが上がってしまいました。で、果たしてそれで本当に平和は実現するのだろうかって、当たり前だろうなと、お前ら祈ってるだけだよなと。そもそもやるべきなのは、この人たちの悲劇をどういう意味で悲劇なのかっていうふうに、私、後世に生きる私たちが考えて、その教訓を受け止めることなんじゃないのかと。それを単に全てを感謝っていうところに回収すんなと、悲劇を。それで、それは靖国システムと同じなんですよ。つまり、英霊たちへの感謝と検証じゃないですか、靖国神社は。で、結局でもそれは、新しい次の玉になるやつを再生産してるだけじゃないですか。そういう、もう腹立つんですよね、この決まり文句には。で、この決まり文句が、やっぱり戦争の直接の記憶の風化とともに、平気でみんなこう、使い回してる。安倍晋三の広島、長崎での演説が、コピペ、何年もコピペで使い回してたっていうのはバレましたけれども、あれと同じで、
何ら内容のないこういうやつだけが、そしてすぐに戦争礼賛だと批判する人に対しての嫌味も込めてそれが繰り返されているっていうことが、やっぱりこれ汚ねえなとすごく思うんですよね。で、大体こういうトーンの特集が不死身の日本軍人というふうにしてまとめ上げられていたわけです。で、本当に不死身の人っているっちゃいるんですよ。渋谷に大聖堂っていう本屋さんがありますけど、大聖堂のですね、社長、先代の社長さん、船坂さんっていう人は、怪我をしても怪我をして逃亡しながら米軍を殺し、捕虜収容所でも米軍を殺し、そこから逃げてまたっていう英霊の絶叫っていうすげえ本を書いてるんですけども、そういうマジで不死身のマシーンのような人がいて、まあ、その人がその三島由紀夫が自刃する時の関野孫六の日本刀を貸し上げた人っていうヤバい人なんですけど、そういうヤバい人もいるんですが、その船坂氏は出てこないっていう面白い、マニア的にはちょっと面白い特集、穴があると。で、問題の鴻上尚史さんのやっぱり不死身の特攻兵とか売れてるし、あと吉田栄さんの日本軍兵士、あれもいい本でしたね。日本軍兵士どのように死んでいったのかっていうのを事細かにやってる。で、かつて藤原明さんの、飢え死にした軍人たち、飢え死にした日本兵だっけな、そういう 名著がありましたが、今度は文庫になってまた再発されるらしいですが、そういうその兵士たちはいかに死に殺されていったのかっていうのを淡々と綴るだけでも非常に強い告発になってると思います。ある意味では こういうことこそ、まあ、俺らの先輩がブレヒトの有名な詩に、僕たちが負けたのは鉄兜をかぶった時だっていうのが有名なありますけれども、どのようにして動員され無残無残と殺されていったのか、もしくは死ななければならなかったのか、もしくはどのように殺していったのかっていうことをやはりきちんと受け止めて、それは感謝とかじゃなくて、なんでだっていう疑問符とともに、絶えない疑問符とともに問いかけることが僕は必要なんじゃないかと思ってます。ただこういうように、日本兵もの、まあ、出版界の業界用語で恐縮ですが、こういうその日本軍ものが売れてるんで、やっぱりこれに便乗したのがこの今回のサピオなんじゃないか。で、サピオこれ7、8月号なんですよ。で、8月シーズンって、まあ、すみません、僕らのやっぱり出版界ではやっぱり戦争ものを出す月なんですよね。まあ、書店さんの店頭でもフェアが、戦争に関するフェアが組まれますから、それになんとか突っ込むために、よし、鴻上さんの不死身の特攻兵を借用して、で、不死身の日本軍人っていうのを作っちゃえっていうのが、多分サブヨの編集会議でそういう話あったんじゃねえかなと俺は推測してます。取材してないんでよく分かりませんけど、とにかく不死身の特攻兵だったらまだしも、特攻行ったのにこの人9回も帰ってきてる、でもその度にまた死んでこいなんて言われて生かされた、だけど生きて帰ってきたっていう上官に反抗した偉い人なんですけども、その人の話が不死身の日本軍人になっちゃうと、ただのすごい帝国主義軍隊の人になっちゃうんですよ。この変換といいますか、読み替えといいますか、間骨脱退というか、これがやっぱり今回のサピオの特徴なんじゃないかというんで、こういう夏を前にした右派のカウンター的な、その日本軍の実相を改めて、71年経ちますけど、終戦か敗戦から改めて問おうとするものに対する右派のカウンターが始まってるんじゃないかと僕は思っています。で、実際今後例えば武田常康って言いますよね。武田宮のなんとか末裔とか言って、元皇族とか言って、ちげえだろ、おめえが生まれる40年も前に皇族から離脱してんだろっていう人がいますが、この人とか、その他井上和彦、さっきも紹介しましたけど、これが文庫本になったりとかですね、富士産経グループが雑誌丸を出していた潮書房後人社、あれを買収して、悪い本をこれから出すらしいんですよ。産経 NF 文庫っていう、まあ、後人社 NF 文庫っていうのはミリオタの人ならみんな持ってると思うんですけど、これ産経 NF 文庫っていう
産経新聞自身がノンフィクションかはてなみたいな、そういうところがあるのに、なんで NFO なんてつけるんだと思いますが、あ、すいません、どうでもいいことですね、これは。あの、こういう、便乗した本がこれからも、出ることが予測されます。というので、買ってしまいました。これは今年の5月に出た本です。これは産経新聞に買収された後進社 NF 文庫の新しい本です。日本人が勝った痛快な戦いですって。で、この杉山哲秀さんという人は、まあ、前からとんでも本書いてる人なんですよ。で、平和戦艦を作って世界を平和にするとか、なんかよくわからないこと言って、日本とんでも本大賞とか受賞してる、なんかやばい人なんですけども、この人が2000年代の初めに出した、日本戦略本、要するに日本軍のなんとか戦略を問うみたいな、そういうミリオタ向けの、あ、失礼、軍事マニア向けのそういう本を今再文庫に収めるにあたって、日本人が勝った痛快な戦いっていう名前をつけてるんですね。これ意味が変わっているんですよ。今のやはり日本すごいというか、日本ナショナリズムにより寄り添う形でこういう軍事史も語り直されようとしているということだと思うんですね。で、子々孫々に語り継ぐ侍の戦術って出てるんですけども、侍はもういないので侍の戦術じゃなくて日本軍の戦術なんですけども、で、これがですね、玄関、要するに、まあ、モンゴルが攻めてきた頃から始まって、いえ、豊臣秀吉の朝鮮出兵で、日清日露、それで、かの大東亜戦争まで、もうむちゃくちゃに軍事的な時代も、経済的な背景もむちゃくちゃに、とにかく戦争ばっかり並べて勝ったシーンだけを取り上げているっていう、すげえ本です。で、これがですね、今の日本すごい本の、トレンドになりつつあります。で、かの太平洋戦争においても、ペリリュー島の戦い、これも玉砕、硫黄島、硫黄島の戦いも全部日本軍人が敵を震え上がらせた、米軍の死傷者数が日本軍を上回ってと称賛している。で、負けているところは例えばインパール作戦とかガダルカナルとか出てこないんですよね。これ分かりやすい隠蔽なんですよ。これをですね、喜んでやっぱ読む人がいるんですよね。で、この本の後書きもですね、またしても感謝メソッドが出てくるんです。大東亜戦争において満足な水、食料、弾薬もない中で敵と戦い、国と家族を守るために亡くなっていった先達の犠牲に感謝の心を、来た、感謝、感謝の心を持ち続ける必要がある。戦没者のおかげで今日の日本の繁栄があることを決して忘れてはならないであろうというふうに本書の後書きではまとめられています。で、ここには書きませんでしたが、戦後そのアメリカに、全部骨抜き、日本人は骨抜きにされて、道端で手をつないで歩き平気でキスをしている若者たちもいると、みたいな、そういう一節も入ってるんですよ。それはちょっとあまりにもあまりなので、このおじさんのなんつうか、こう嫉妬がこう漏れているシーンじゃないかなと思うんですけど、まあそれは置いといて、で、ここのですね、やっぱり感謝の心を持ち続けるっていうのと、戦没者のおかげで今日の日本の繁栄があるっていう、この決まり文句、2大決まり文句が出ています。で、これについてはやっぱりちゃんと考えないといけないと思います。やっぱりこういう決まり文句に流されて、やっぱ慣れっこになってないかなっていうのを、改めて思います。私はこれはおかしいと思います。今日の繁栄があるのは別の犠牲者たちがいたからです。で、それを全部戦没者がやってくれたっていうことにして、戦後のどれだけの犠牲が払ってきたか、日本の資本主義の発達において、これを黙化する言葉であるし、何でもかんでもこの、とにかく戦没者に感謝するためにくっつけてんだろうお前らっていう気もします。というんで、これはまた別の機会にきちんとした考察を加えたいと思います。まあ、ともあれ、こういうですね、サピオを一昨日買いましてですね、いや、これはひどい世の中になったなぁと。で、思ってたら昨日が7人一挙に死刑とかでしょ。ちょっとね。で、ネット見ると殺せ殺せみたいな人いっぱいいるじゃないですか。新聞記事のニュースに朝原祥子死刑、オウム7人死刑の記事に、いや、殺してよかった、やっと殺したかみたいな人いっぱい湧いてるんですよ。
もうね、嫌でね、それがね。まあそういうようななんか嫌な感じだなと思いながら今日を迎えたわけです。で、早速本題に入りましょう。日中戦争時の良い日本人像、まずここからたどりましょう。今の日本すごいの良い日本人っていうのをいきなり持ってきても、まあ普通じゃんになってるんです。それだけ鳴らされちゃって。なので、当時の時代背景の下での良い日本人モデルっていうのをまず見てみます。7月の盧溝橋事件から12月の南京陥落までは、異様な戦意高揚っていうのが15の日本本土において行われました。例えば新聞広告ではこれです。これ婦人クラブ、もう今やなくなってしまった雑誌ですけども、婦人クラブの昭和12年、1937年8月号の広告です。一番でかいのは、秋の毛糸編み物なんですよね。で、この辺に戦慄北斎事変の第一報っていう、まあ、当時の雑誌なんでインターネットもファックスもないのでちょっと記事が遅れるんですよね、月刊誌は。なので、7月盧溝橋から8月のギリギリの時までちょっと時間がかかる。で、北斎事変の視線を突破してきた夫人の生々しき座談会とかを組んでるわけです。で、まだ、前線のルポとかまだ取れないんです、この月刊誌のスピードでは。なので、夜の力から北斎から脱出してきた人を見っけて話を聞いているということになります。ところがやっぱり戦争始まるとみんな僕の子供の頃のイメージではみんな戦争だっつってこう目が血走ってですね、うわーってこうなるのかと思いきや、やっぱり秋の毛糸編み物なんですよ。つまり海の向こうの戦争なんです、この時点ではまだ。なので、でまだ戦争ではないし事変なんですよね。宣戦布告がないっていうこともあって事変なんで、日常もろ日常です。秋の毛糸編み物、恋愛小説春雷とかですね、藍染めかつらとかですね、これ後にね映画化されて有名なやつですけども、こういう日常の中に今しょうがないから時局のやつをこれぐらいのスペースに突っ込んでるっていう感じになってるんです。で、それがだんだんですね盛り上がってくる、こういう婦人雑誌じゃなくてこういう当時の総合誌です。日本評論、もうこれもなくなりましたが日本評論社はまだあります。中央公論、これも、読売新聞に買収されましたが、こういう総合誌だと上海北斎現地報告っていうのを現地から入れる。で、三木清志時局と思想とかいう、しょうがないからなんか三木清志が書いてるっていう、時局と社会大衆と赤松勝馬の悪いやつですね、こいつの。まあ、いや、こういう悪い人たちが、知局と思想動員とかですね、もうこういう、さあ戦争だ。でも、一応まだ、例えば、シナ人の見た日本とかですね、敵の方からどういうふうに見られてるのかっていうのを、この段階ではまだあるんですよ。この日中戦争の初期の段階では。で、中央公論も、日誌、ついに全面的衝突で、ロザン知局団とか、蒋介石は戦えるかとかですね、こういう煽りまくってるんですが、だんだんこういうふうに盛り上がってくるんですよね。で、一方こういう真面目な論壇誌、総合誌とは別に経済方面はもう露骨す。これは経済マガジンってもうダイヤモンド社が出してたやつです。もうこれいきなり爆弾っすよ、これ全部。落ちててどうする爆弾がみたいな。で、もういきなり戦争と株式っていう。だ日誌事変は経済界にどう響くとかですね、この戦争でもうどう儲けようか、もしくはどのように損しないようにやろうか、もう考えてるんですよね、経済界は。で、僕はこれが結構リアルだと思うんです。論壇誌とかはやっぱりまだ難しいことを言っている。で、婦人雑誌は婦人雑誌で女性を家庭に留めつつ時局の啓蒙もちょっとやるみたいな感じになってる。だけど経済界はもろっすよ。で、こういう戦争と株式とかですね、東日、あ、まあ、シナの前衛とかですね、あ、まあ、抗日シナか、生きた経済の基礎、戦争経済の覚書とかですね、もういきなり戦争になったらどうするっていうのを必死で考えてるっていうか、もうウハウハなんですよね。このウハウハぶりっていうのが、実は教科書には載ってないんですよ。
新聞で言えば政治面とかばっかり載っているんです。あとは社会面とかせいぜい生活面とかばっかり載っているんですが、やっぱり経済面から見るとこいつらやっぱり他人が戦争しているのをどう便乗するか、自分が行くなんて全然考えてないんですよ。これ戦争と株式とか考えてるやつらは。そういうのを読みながら、特別読み物百姓伝ね、めかけですよね。こういうめかけもいいなみたいな、でも爆弾だぞみたいな、そういうことをやってるわけです。これがやっぱり、戦争の下半身っていうか、一番こう大日本帝国を美化する人たちにとっては嫌なところではないかなと思います。だからこれちゃんとエコノミストとかですね、ちゃんと見ていこうと思うんです。で、ちなみに僕の新国日本のとんでも決戦生活っていうのに書きましたが、1945年3月10日号の、ダイヤモンドっていう雑誌を手に入れまして、3月10日号なんで3月9日に発売されてるんですけど、そこにの第一特集は空襲下の出勤退勤についてなんですよね。空襲が起こっても真面目に労働者を会社に呼ぶにはどうするかっていうのが特集されてるんですよ。でその翌日3月10日の東京大空襲で、そのダイヤモンドもろとも東京は灰になっちゃうんですけどね。もう会社に来いっつっても会社がなくなっちゃうっていうことになっちゃうんですけど、まあとにかくですね、こういう、経済のやらしいところも面白いです。さてと、盛り上がったマスコミとしてはやっぱ文藝春秋ですね。これこれは何月号だっけ、書いてないですね。確か9月号だった、昭和12年の9月号、盧溝橋事件から2ヶ月のところです。もうすでに代理臨時増刊なんて出してるんですよ。煽る煽る。でしかも戦争と我らの覚悟なんていきなり読者に問うてるわけですね。で事変に対する日本の決意を表明し我らの覚悟とっていう大きな恐れだこの野郎と思うんですが、とにかくこういうふうに煽りまくってですね、戦争と経済もそうです、そして、戦争現地からのルポ、さらに付録品事変様子、新聞を読むときにやっぱ地図がないと困る、なんで地図つけちゃえっていうので地図つけた。で当時この、日中戦争中はその北京周辺であるとか南京あたりの地図を雑誌の付録につけるのは大流行りします。もう少年クラブとか少女クラブにもそれがついてます。婦人雑誌もちろんついてます。でその地図がどれぐらいでかいかとかですね、地図がどれぐらい親切かで、販売競争もやってる。で地図の販売競争もやっぱり毎回地図ついててもしょうがないじゃないですか。なのでしょうがないから困った新潮社の新潮社の日の出とかいう雑誌はしょうがないから君が代をきれいに書いて額に入れられるようなきれいな紙で印刷して付録につけてるみたいな、そういう間抜けなこともやってるんですけど、まあそういうもう大盛り上がりです。で秋になってこの婦人クラブはやっぱり砲弾下の陣中大座談会とかですね、今度出征兵士のやってるんですが、出征兵士慰問編み物を用ケイト、もう慰問モード、前線をどう手助けするかっていう特集です。でこれも、特別付録で出征兵士慰問用編み物陸軍将校型男児用編編み物、つまりこれ子供にコスプレさせろっていうことなんですよ。で実際この特集号を手に入れて、まあすみません今日持ってきてないんですが、マジで毛糸で編んで軍服作ってるんですよね。ここに写真が載ってるでしょ、これ毛糸なんですよ。でね、やっぱ戦争になるとこうなるんだとはやっぱ思いましたね。とにかく戦争始まって女性たちにはやっぱり慰問モード、さっきの文藝春秋なんて全然慰問の慰問書が出てこないんだけど、女性は前線に対する慰問どうするのか、でそれはあんまり買うお金もないし、毛糸で編もうとかですね、そういうような特集が組まれています。さてとこれは雑誌なんですが、雑誌広告ですが、じゃあ普通の広告がどうかっていうと、味の素です。で慰問袋に味の素、こいつらももう慰問袋で商売するモードですよね。守れ航空少子の食欲、働くにはまず食べ物、食欲は実に力ですというんで、戦場における我らの兵士にぜひ味の素を送りましょう。
で味の素を送ってどうやって食べてたのかこれ問題なんですけど、直接物に振りかけて食ってたんですね。ご飯とかおかずとか、まあ今でも漬物に味の素を振りかけるおじさんいますよねいつもたまげるんですけど、そういうんで味の素、缶の味の素ですよ、袋じゃないので、当時それを慰問袋に入れようと。でこのおじさんは別に味の素飲んでるわけではないんですけどでもやっぱりこう兵士のイメージっていうのを使って戦時下にふさわしい雰囲気を出している。でさらに、こちらです。空爆にキャラメル待って、これも有名な広告ですね。安倍昭恵さんのところに非常に、まあいい安倍昭恵の話や森永ミルクキャラメル、今でもありますよね森永ミルク。で空爆にキャラメル持って、これは1937年10月 の広告です。これ何かっていうと、当時豊洋爆撃やってた、つまり重慶爆撃も含めてあの辺の中国大陸への爆撃をやってた。でその爆撃の部隊が爆撃に行くときに必ずキャラメルを持っていく、で机上では一番の楽しいごちそうだ、で慰問袋に感謝するっていうのが、なんかこう丸々指揮官が言ってたと。壮烈鬼神を泣かしむ南京空爆参加の丸々指揮官に聞くっていう言うんで、こういう証言を取って飛びついて、じゃ空爆にはキャラメル持っていこうみたいな。でもこれ読んでる人は別に空爆行かないんですけどつまりそういう親御用に立ってました。そういうキャラメルを子供を単にお菓子だと思わないでくださいっていうのをですね、訴えてるわけですね。これもまた自虐に便乗してるっていうか、非常に国策に役に立つ産業なんですっていうのを必死に訴えてるわけです。とりわけお菓子っていうのはあんまり直接戦争に関係ないけれども、やっぱり慰問袋に入れたりとか、そういう平坦面ではやっぱりお菓子は欠かせない。だから対外的な一般客に対しては非常にこの国策に役に立ってるっていうのを押し出し、慰問袋に入れてくれっていうのをお菓子メーカー各社は訴えていくわけです。でこういうふうに通常だったら平和産業なんですが、戦争になると平和産業ほど必死に国策迎合の広告を打ち始めています。だから他にも森永だけじゃなくてグリコとかもそうですし、あとエンソレータムとかね、あとはフマキラーとかね、あフマキラーないんだ当時、アースってもう古いないかもしれませんね今ね、アースとかそういうのはもう必死に慰問袋に入れてくれ、そのために買ってくれっていうのを訴えていました。しかしとこの年12月の南京陥落を頂点にして、新聞広告のこういう時局迎合、広告群っていうのは盛り上がりのトーンがゆっくりと下がっていくんです。さっき見たこういう空爆にキャラメル持ってみたいなもろなやつっていうのはすごく減っていくんです。それまでは普通のなんか日本酒の広告もそうだし、亀の子たわしだって石鹸だって何でもかんでもこういう時局迎合で言ってたのが、もう森永とそれから仁丹とぐらいしかこういう派手派手しく打たなくなっていく。で、要するに日中戦争の南京陥落で勝ったじゃないかということで、15は若干中だるみしていくんですよね。でこれが例えばその主婦のお供の広告並べてみました。10月号ですから発売は昭和12年9月、11月号10月、12月号が、11月になるんですが、ここ見てみますとやっぱり、まあ、流行の系と赤ちゃんもの、繕いもの、やっぱこれがメインなんですけれども、ちょっとずつ、まあ、戦争記事がこの辺に入っていったりですね、上海ヨシアノブコ上海決死校とかですね入っていくんです。国民、施設太平洋の国民、ここら辺が記事なんですよ。で、戦死軍人の妻の血類熱類のなんとかとかですね、こういうようなお涙頂戴もので、当初は埋めていって、ところはですね、これ年明けるとどうなるかっていうと、ネタがこの人たちなくなってくるんですよ。でやっぱり戦勝記念大憲章とかね、こういうところで盛り上げていくし、ひどいのはですねこれですね、昭和13年3月号ですから2月発売です。霊界の戦死者と語る妻と母の会、これ要するに霊媒師を呼んで、遺族を3家族を呼んでですね、誰々のですね
呼んでくださいとか言ってるで、うっく苦しいみたいな、水をみたいな、そういうのが始まって、今はあの世で楽にしてるからあんまり心配しないでくれみたいな、そういうことを言わせるんですよ。でこれを主婦の友は3回やりました。じゃあ全部集めたそれで、ところがあまりにもやりすぎて問題になって、そもそも霊媒師がインチキだというので、攻撃する主婦の友を激しく攻撃するパンフレットまで出されちゃってですね、以後この霊媒が戦場の兵士を呼ぶっていう企画はどこの雑誌からもやっぱ消えちゃうんですよね。これがで、実はちょうどこれと同時期に、英霊構想論っていうのがありましてですね、戦死者を 仏式仏教で葬式やると浄土に行っちゃうじゃないかと、神式でやんないと、神道でやんないと五穀の檻になってくれないじゃないかと、死んでも御霊が国を守るってことにならないじゃないか、どうしてくれるって言うんで、村から戦死者とか出たりとかね、町から出たりするとまとめてお葬式とかをやってたんですが、それを絶対仏教式を許さんと言うんで、死んでも魂の行方まで支配しようとしてた人たちが、やっぱ神道、国家神道の時代ですがあったんですね。まあそれはまあ余談ですけども、これはとにかくこの主婦の友の板子芸っていうのはですね、これ画期的な企画であったと思います。まあひでえ企画ですよ、とにかくひどい。なんで、ネタがなくなってこうトンが中だるみんな15の中だるみっていうのを防ぐために、政府は国民精神総動員運動、これはもちろん昭和12年の9月10月から始まってるんですが、15の引き締めっていうので非常に精神主義的なイメージやイベントや運動講演会、こういうのに国民たちを動員しようというふうにしていきます。これは今掲げてるのは昭和13年1938年の2月11日紀元節の時の全面広告です。こっちはジンタンです。これジンタンです。ここはジンタン、ちっちゃいけど全然ジンタンだとわからないんですけど、健康日本のためにっていうんで、ジンタンを売ってるんですね。祝紀元節、諸国の理想に基づき巧妙なる日本精神を発揚しましょうっていうのを書いてます。から隣は味の素です。これはですね、味の素、これ神武統制のイメージですかね。これで羽が生えてるんで、多分これヤタガラスのつもりなのかもしれません。こういう祝建国祭、国民精神総動員っていう、こういうの全部、これ新聞全面広告です。こういうのを出してですね、盛り上げようとした。ところがそのイベント週間が終わるとまた普通になっていくっていう。なので戦争をやるのって大変なんですね、これねと思いますね。やっぱり他人を煽らないといけない、煽り続けないといけないっていうことは相当やっぱり動員力とか資金力とか計画がないとやっぱりできない。まあともかくこういう、ただ一方で大陸の戦況を伝える報道は相変わらず続いてたし、またその中で生み出された軍国美談も大量に流布されていました。これは、昭和13年3月号の小学3年生ですの付録、5月号付録です。大和魂発揮美談集っていうんで、これ小学3年生がこれ読んでるんですよ。まあ尋常、小学3年生、今のだから今の3年生と同じですから9歳とか10歳ぐらいですか。これ子供が読んでたらちょっと引きますよね、今ね。こういうのを読んでいたと。で、一番すごいのが、この大日本ゆうべ会講談社、現在の講談社が出していた子供向け絵本シリーズ、です。講談社の絵本です。盧溝橋事件から4ヶ月後の1937年11月に、品事変美談っていうこの表紙のこの出してですね、日中戦争前期間、それから、まあ、大東亜戦争、かきかっこ閉じも含めて、コンスタントに前線や15の軍事美談絵本を出版し続けています。でこれはもう、一応集めました。重要なので集めましたが、まずこれ、デッサンが狂っている。まあいいんですけど、一応これだけは言いたかった。おかしいだろう、こんな戦車あるわけねえだろうと思うんですけど、まあ一応ね、日の丸掲げて大砲を撃つなんてそんなことするわけないでしょうと思うんですけど、でこれ並べてみました。
1937年から1940年までの軍事物を集めてみました。シナ事変美談、それから漫画と軍歌画集。これは低年齢向けなんです。これと、それから漫画と手柄話。この パクった野良黒みたいなのが出てますよね。で、こういう低年齢向けのやつに、さらにリアリズムのシナ事変武勇伝とか、漫画と武勇絵話。シナ事変大正記念号とかですね、こういう景気のいいやつがどんどんと出ていっているわけです。で、このリアルなやつ一冊アットで全部スキャンしたのをちょっと一緒にご覧いただこうと思うんですが、とりわけこの幼年向けのやつはですね、問題で、前半はこういう動物たちが兵隊さんの格好をして猿をやっつけたりですね、落とした財布を拾ってヤギのおまわりさんに届けてとか、そういう非常にほろぼろ漫画なんですよ、カラーページは。で、最後の2色になると今度お母さんが読み聞かせるような戦場でこういう偉い人がいましたっていう武勇伝になるわけなんです。で、だから小学校高学年ぐらいのお友達から幼稚園入るか入らないか、まあ当時も幼稚園ありましたから、お友達までをカバーする軍事コンテンツっていうのが流されていたわけなんです。これはね、さすが講談社っていうか、褒めてるわけなんですけど、このどの階層のお子様にも読んでもらえるように作るっていう根性はやっぱり大したもんなんですが、凄まじいものがあります。で、漫画と中遊絵話とかあるじゃない、全部漫画ってついてるじゃないですか。で、当時、純然たる漫画雑誌ないんで、漫画ってお母さんが読んでる婦人雑誌についている子供向けページのやつか、こういうのしかなかったんですよ。あとは縁日とかで売ってる続記本のね、なぜか大河内伝次郎とミッキーマウスが喧嘩するみたいな、そういう著作権関係ねえよみたいな、そういう続記本のやつしかなかった。で、だから漫画、漫画だ。で、中遊絵話もついているっていう構造なんですね。で、まあ、こういうようなですね、漫画と品事変美談とかですね、もう手を変え品を変え先頭に漫画をつけて引っ張り、そこで後で愛国美談とかを突っ込んでいくっていう構造の絵本が並んでいます。これ辺は全部昭和13年ですね。この辺昭和13年ってまだある、これが。漫画と出生美談とかですね、これね、もう子供がコスプレですね。で、あっ、デッサンがちょっと治った、軍神西津みたいですね。これ有名な人ですね。最近ガールズパンツァーっていうやつで、まあいいや、そんな話はないです。で、軍神もの、それから奮戦美談とかですね、みんなやっぱりすごい戦争をやってるシーンが出てる。これ漫画と15美談、これとか泣かせますよ、これ。ウサギの女の子が、お人形をヤギのお医者さんに直してもらってるっていう、もうとても。で、後ろにはクマがいるみたいな、こういう泣かせる絵で15美談なんですよ。で、これ15美談って何かっていうと、子供たちがお小遣いの一銭とか五厘とか、それを貯めて役場に持ってって兵隊さんのために役立ってもらいましたとか、そういうやつなんです。なので単にエンターテインメントだけじゃなくて、当時の国策の動員で、必要となるようなことも、啓蒙していったっていうことになるんです。まあ、これが、1940年まで、これ集める結構お金かかりました。言いたい値段は言いたくないが、まだ荒わし奮戦画報は集まってないみたいな、それも空白っていう、まあ、こんなの集めてもね、まあ、後世の人類にはきっと役に立ててくれると思います。で、今日はですね、この漢口攻略軍、まあ、反歌をですね、漢口攻略航空奮戦画報、これをちょっと皆さんご覧いただこうと。これは昭和14年9月に出たものです。で、1ページ目がこれ、万歳万歳。これ何かっていうと、漢口、武漢山鎮の漢口が陥落して日の丸行列を二重橋前でやってるところなんですね。人々が万歳を言っています。で、その次に出てくるのが陸軍と海軍の偉い人です。で、右側は板垣清志郎、左側が米内光政です。で、こういうまず偉い人からまず入るっていうところが、こうやっぱこう権威主義っていうか、やっぱり偉い人、子供に覚えさせてどうするんだろうと思うんですけども、やっぱり英雄だったんでしょうね、こういう偉い人は。で、やっぱり陸軍と海軍です。やっぱりちゃんとバランスよく、陸軍さんだけじゃない。で、次も陸軍さん。
左が右が陸軍で左が海軍の陸戦隊ですっていうんで、バランスよく陸軍さん海軍さんバランスよくやってますっていうのをまず冒頭でやってるわけですよね。これは大人の事情ってやつですね。これはで、こういう勇ましいこの勇ましい騎兵さんとかね、この、ね、柳上等兵の奮戦とか、こう機関銃をあの腰だめで撃ってる、すごいすごいなと思うんですけど、こういう奮戦ぶりですね。後ろのここに見えるのはあの青天白日旗ですね。中国国民党軍の旗です。こんなに近いで、さらにとか、柳上等兵52人斬りっていうやつです。でこれは要するに少ない部隊がそうですね、600人余りの中国兵に対して少ない部隊で切り込みをやったと。で日本と、この柳上等兵は、剣道4段剣道4段ってそんな偉いかなと思うんだけど、まあいいや、日本刀を振りかざして1つ2つ3つと数えながら木にも切ったり52人っていうこと。つい14、15年前には100人切り訴訟ってありましたね。毎日新聞で稲田朋美が弁護士になって負けたやつですけども、で日本刀なんてのは刃こぼれするから2、3人しか切れないんだというのが根拠だったんですよね。でもこれ52人切ってるんですよこの人は。で驚いちゃいますが、で実はこれ調べました。で実はこれ調べように縛りでも調べようがないんです。というのは名前が出てくるのは柳上等兵っていう固有名詞、これだけでどこの部隊なのかどこの戦場であったことなのか全然書いてないんですよ。これね、裏側の取りようがない。これはなので本当にあったのかどうか分かんないんですよ。でこういう嘘か本当か分かんないような武勇伝が子供たちに垂れ流されてたわけです。でこれも見てきたはさも迫真的に書いてありますが、これのポーズ自身は明治期からの錦絵とかね、そういう新聞についている日本の挿絵文化のまあ何て言うんですか、よくある構図なんですよね。せいぜいそのヘルメットをドイツ式のかぶって声優と相手が持ってるぐらいで、非常に様式美に彩られたものに過ぎない。だから全部想像で描いてるんですよこれね。でさらに、まあ、こういうのは続きます。こういうドカーンっていうのね。であとこれはですね、これ何かっていうと、軍馬が病気になったんです。これこの人、この馬が病気になって武田一等兵が手厚く看護した。そしたらこの部隊が囲まれちゃった。で大変だってなった時に馬がこの早風だっけな、が群がる敵兵の中に踊り込んで結露を開いてくれた。馬偉い馬だねみたいな、お馬さんありがとうっていう話なんです。これは動物美、軍事動物美談です。こういうのも出てる。これもどこであったのか全然地名も何も書いてないんですよね。でこれもまあこういうのとかですね、こういう空中で空だな空山カンバルボールでしたっけね、まあ、こういう空中戦やってる。これも敵のトーチカに、爆弾を忍び寄って、爆弾をこの竹の先一丁につけてトーチカの隙間から投げ込んだという二遊士です。でこの二遊士は手榴弾に当たって戦死してしまうんですね。だけどこの二人の働きでこの統治下を陥落させたっていうんですが、これも、これだけ日付が10月14日っていう書いてあるんですよね。南島、南シナとしか書いてないから、これもよく偉い人の入場で戦車、出た戦車、それから塹壕戦、それからまたこのちゃんと全部これ飛行機全部陸軍なんですよね、これね、なんですかね。でこういうのとかですね、敵陣の弾が飛んでくるのに塹壕の上に立って手榴弾を投げた人とかね、こういうのが載ってるんですね。でこれも、弾を恐れずに、発煙煙幕を張って友軍を助けた。でこの人も、突撃した時に一番乗りで敵兵をバッタバッタと投げ倒した。から城壁で一番乗りした人。でまたこれも動物出てきましたが、これ伝令として犬を使ってた。で、この軍用犬のナギっていうのとアッシュっていう犬がいるらしいんですけども、まあ重用してきたんでしょうね。だから西洋風の名前がついてるんだと思いますが、
この軍用犬が本体に伝令を届けてくれたおかげでこの人たちは援軍を得て助かった。お犬さんありがとうっていうやつだね。こういう、軍事用の動物美談もちゃんと載ってて、お子様にとってはこう印象深いと思うんですよね。やっぱりこういう犬っていうのは頼りになるんだなみたいな。で、バイアスランの上陸とかですね、こういうの。あとこれもすごい、手榴弾を蹴って敵を蹴散らすってやつですね。この上の右上の方に中国軍がいて、撃ってきて手榴弾が投げ込まれる。でこの手榴弾を蹴ってですね、遠くにやってこの人は部隊は助かったって言うんですけど、この人は足に大怪我をしてしまうっていうことなんです。で部下たち一人も傷つかず一斉に突き進んで敵の陣地を占領しましたっていうやつなんです。でこれもですね、まあいいや、まあ、ね、まあ、ツッコミどころいくらでも、あこれもすごいですね、はい、あだんだんなんかうんざりしてきましたね。敵将と一騎打ちっていう、この首絞めまくってますよねこれね。これ子供用の絵本なんですよね、これがね。で、白兵戦で銃剣で突き刺したりするだけじゃなくて、もう首絞めてるっていう感じですね。で、さらにこっちも後ろから蹴りを入れてるっていう、ね、トーチカを煙攻めって、松葉に火をつけて、敵のトーチカを煙攻めにして、出てきた中国兵たちをやっつけてるっていう絵です。これ子供はどういう気持ちで見たんですかね。やっぱり、まあ、子供なんで、僕も、経験ありますけど、ほら、まあ戦争のプラモデルとかすごい作りましたから、まあ、わかっこいいなとかと思って見てたんじゃないかなと思います。でこうね、こういうとか。でこういう、この人たちもかわいそうな人たちですよ。これも敵のトーチ、これトーチカなんです。トーチカの機関銃がもう思いっきり火を吹いてる。このトーチカに向けて、4人の工兵が、この爆弾を持ってて、背中にも爆弾を背負ってる。突っ込んでトーチカをやっつけた。でもこの人たちはもう撃たれちゃってます。こういうのも美談として、紹介されていた。さらにこっちはもう、敵に包囲されたんだけども、鉄砲の弾を撃ち尽くしちゃったんで、もう白衛戦で銃剣とそれからスコップで突っ込んでやっつけたっていう。いやこの人早く手榴弾を投げろみたいなふうに思うんですけど、スコップでやったんだってね。これね、まあ今だからはぁと思うんですけど、やっぱ当時は悲壮なやっぱ戦いで感銘を与えたと思うんですよね、多くの人たちに。だからこの絵をわざわざ描いている。こういう結構絵描くだけでも大変ですよね、これね。で最後が出征していくお父さんたち、兵隊さんありがとうです。兵隊さんありがとうっていうキングレコードから出てるやつの歌詞がここに載っています。で当時はまだ日中戦争の頃は、兵隊の出征にあたってはこういう列車で日の丸振って大騒ぎして見送るっていうことがまだできていました。ところが昭和17年ぐらいから見送り一切禁止というね、軍事機密に関わるからっていうので禁止されます。なので戦争のドラマとかで大戦末期なのにこういうバザーイとか言って送ってるのは嘘です。この頃、昭和16年17年ぐらいまでです、これやってたのは。まあ、ともかくこう沿道に小学生たちが動員されて日の丸振ってるわけですよね。日の丸ってこういうものに使えるんですよねとか言って、しらじらしい感想を述べる。で さてこのこういうですね、残虐人殺しブチブチ死んでるの絵本が教育上どういう効果があったのかについて、よく絵本にある保護者の皆様へみたいなことがあるじゃないですか。この絵本をこういうふうに使ってください。でこういう内閣荒木貞雄がこういう賛辞を寄せています。品字編大正記念号は絵画を持って、まあ、この敵をやっつける日本武士の情け事実を書き尽くし、もって15にある幼少年にも広告精神を注入しようとしていることに、はつらつとして盛り上がる精神力の躍動が全国で見上げりあふれていることは最も愉快なんですね、これね。なぜなら将来の日本の力はこの中にあって、知らず知らずの間に養成されるであろう、知らず知らずの間で養成ってのはサブリになるんですねみたいな、養成されるであろうと信ずるからであるっていうのが書いてます。やっぱり教育効果は広告精神の注入だったんです。まあ当たり前っちゃ当たり前ですけど、やっぱりもろに書かれると結構ショックですよね。こういう、これはやっぱ元気なんですよ。やっぱ首絞めて殺してる日本兵のやつとか、愉快、耐えない。こういう推薦文を寄せていました。
でさてと、じゃあどうしてこういうことになっちゃったのかっていうんで、ちょっとあまり時間がなくなってきましたので駆け足していきます。当時の国定終身教科書に実は良い日本人っていう課題が、明治30年代から昭和15年の第4期国定教科書まで全部の終身教科書に良い日本人っていうコーナーがあったんです。これはまあご存知の方も多いかなと思いますが、まあこの辺もいいですね。この当時の今の現在の道徳にあたります。まあ、いよいよ強化化されてね、ましたけどね、道徳も。で明治37年1905年に、小学国定教科書の終身が登場してからですね、こういうのがこういうコーナーがあった。一番最後です。教科書の一番最後、良き日本人というコーナーがあって、天皇陛下の御御心に沿い奉る道なりと。で中身は教育直後を、優しく書き直したもんです。臣民たるの本分を尽くすべしとか、良き日本人たる者は正直にしろ、勇気はしない、自立自衛でやれ、あと着実に業務に便利しっていう、いやこれ朝礼会をこれはっていう感じですね。会社ので工夫を凝らして職業の改良進歩を図れ。でこれは全部天皇陛下の御御国教に沿い奉るの道なりっていうのがまだ明治37年です。実はこれでもまだ柔らかい方です。ここで特徴的なのは、公民としてっていうのと国民としてっていう2つありますよね。公民っていうのはある意味ではシュトワイアンというか市民ですっていうのと、国家のために国民としてっていう、2つがあるっていうことを、西洋のこの何て言いますか、社会哲学にも大きなまだ影響を受けてた頃なので2つを書いてるんですが、このやがてこの公民っていうのが消えて国民しかなくなっていきます。で、第2期明治、43年1917年になると忠君愛国っていう記事が激増してですね、靖国神社の項目もできます。で、この第2期では良い日本人になる、心がけなければならない、日本人には忠義と孝行が一番大切な務めであります、人は万物の長であることを忘れないで人たる道を尽くさなければなりません。今のネトウヨの職に言ってやりたいですよね。まあいいや。で、人は万物の長っていうのが面白いんだよね。まあいいや、万物の霊長ではない。で、第3期になると、有名な天皇陛下万歳とか、あと木口小平。ね、これが出てくる。木口小平は、敵の弾に当たりましたが、死んでもラッパを口から離しませんでした。これ有名なやつですが、でも今もこの死んでもこの権力を離さない人とかいますよね。これ、ね、この木口小平だなと思って聞いてるんで、それはいいですね。で、これが、また良い日本人。でもこの太字のところだけ言います。日本人には忠義と孝行が一番大切な務めであります。忠義と孝行大好き。で、これを知ってるだけじゃダメなんだと。真面目にやらない。誠を尽くしてやらない。そうしないと、正気のない増加のようなものですって書いてあるんですね。このフレーズがなんかこの教科書書いた人好きらしくて、その次の第4期国定教科書にも増加の花って出てくるんですね。まあね、ちょっとこう昭和歌謡の匂いを感じますが、それはいい。で、この第4期国定昭和5年、これが一番この、なんて言いますかね、まあいいや。まあここにも、家族のこういうのが出て、家族の食卓風景、私のうちはみんなで、7人です。7人ですね、当時の言葉で。揃って夕ご飯をいただくときは、あ、お父さん残業ないんだと思うわけですね。本当に楽しいございますって書いて。まあ、子供は楽しいかもしれませんが、やっぱお母さんのそばにはやっぱ飯びつが置いてあって、お母さんは お米を継ぐもんだ。だから神沢はやっぱりこのメガネをぼやして、その次はじいさんでしょ、それから長男なんですよ。で、女性たちは下座なんですよ。で、明確にさ、で、子供はお母さんが食べさせるから、多分この辺でおばあさんが、はい、こっち来なさいみたいな言ってますよね。で、これはものすごいジェンダー規範ありありの、表彰でですね、当時 の家庭の団らんっていう言われているものが、実はこういう家父長制のヒエラルキーのもとにあったってよくわかるんですよ。で、実際にでも、こんな揃ってご飯を食べてる人っていうのは、中産階級より上ぐらいで、普通 その僕が住んでる板橋の貧民屈にいるような人たちなんて、こんな揃って絶対ご飯なんて食べられるわけないんです。休みもなければ、そういう工場労働とか近代の工場労働は非常に条件劣悪なので、こんな定時にお父さんが帰ってくるっていうのは俸給もらってるとか、あと役人とかそれぐらいだと思います。
まあ、とにかくこういうのが終身の中に日本の家族モデルとして提示されている。ちょっと離れました。で、良い日本人で、だんだんもうこの辺からもう天皇バリバリになってくるわけです。太字のとこだけ読みます。私たちが大日本帝国の臣民と生まれて、かようにありがたい皇室をいただいているのは、この上もない幸せでございますって書いてあるんですよ。教科書に幸せでございますって書いてるっていうか、幸せだと思うよお前らっていうことですよね、教科書が言う。で、最後には靖国神社で締める。靖国神社に祀られた人々が、君のため、国のため、君のため、国のために身を捧げた精神に、一心を捧げた精神に倣って、国に大事が起こった時は忠君愛国の道に尽くさなければなりません。忠義は私たち臣民の一番大切な道であります。忠君愛国の忠義なんですよ、やっぱりこのキーワードは。で、やっぱり大日本帝国の臣民として生まれた、この上ない幸せを味わえっていうメッセージとすると、こういうメッセージの中では、例えばさっき見たこの残虐側の首絞めおじさんも、実は忠義の人になるんです。天皇のために国の大事に起こった時は、忠君愛国の道に尽くしてる人なんです、この人は。首絞めてる人じゃないんです。そういうような社会的な意味が、私たち今から見ると、なんじゃこれだと思うんですけども、やっぱ変容されていて、英雄になるんですね。で、こういうような読み替えが、冒頭に見たサピオの、すごかった日本軍人みたいなやつで、今やっぱり読み替えが行われようとしているんじゃないかというのが私の見解です。というのも、実はこの20年間、こういう本いっぱい出てるんですよ。これ、さっき言った井上和彦ですね。日本が戦ってくれて感謝しています。で、神保町の三省堂の壁にですね、これのバカでかい広告が出ていて、それをツイッターで書いたらですね、撤去されてしまったっていう、三省堂バカの壁になってしまったって書いたんですけど、炎上して撤去されてしまったんですが、とにかくこれ何かっていうと、大東亜戦争のおかげ、大東亜戦争でアジアの人々を苦しめたっていうけど、アジアの人みんな感謝してるぞこの野郎っていう、あの戦争でアジアを解放した日本はすごいっていう本なんです。だからインドでは独立戦争を共に戦ってくれて感謝していますとか、フィリピンでは白人への抵抗と勇気を誤っていますとかですね、こういうのが延々と、マレーシアの人はアジアは英米と対等だと奮い立たせてくれましたみたいな、こういうのが延々とですね、現地の都合のいい人を引っ張ってきて話をさせて書いて、さらにこちら育法者池間哲郎ですけど、この人も最近本いっぱい出してますね。日本はなぜアジアの国々から愛されるのかという。いや、まず愛されてるかどうかの証明してから、なぜとか書けっていう感じです。これもやっぱり大東亜戦争解放論なんですよ。日本はただ一人白人たちに戦いを挑んだ。嘘をつけと。なんでアジアの人たちが日本を恨んでいるなんて思うんですか、カンボジアと。そういうやっぱり、都合のいい人を証言を集めて、ほうれ見ろと。やってるんです。で、これがね、当初はまだ1995年の頃は、新しい歴史教科書を作る会の立ち上げの頃は、まだ日本会議の前身の人たちが言ってるような、ちょっとやばい頭おかしい人が書いてる言葉だったんです。当時は正論にもたまりのある。今はもうポップになってます。コンビニでも売ってます。この右のサイズじゃアジアの人々が見た太平洋戦争、これコンビニで買ったんですけども、侵略か解放かはてな、お前何年経っても未だにこれが分かんねえんだバカ野郎っていう気がしますが、あえて侵略か解放かっていう問題点を立てて、まだ結論は出てませんよみたいなことを押し出しているわけですね、これは。で、隣の諸橋重一さんの日本が世界の植民地を解放したモザンビークとか関係ねえだろバカ野郎と思うんですが、とにかく日本が欧米をやっつけたおかげで非同盟独立運動とかつながったっていう、これはおじいさんの自費出版です。これはですね、実は某大使館に送られてきたものを、その大使館の方がこんなとても大使には見せられないってんで、早川さん行きますかって言ってくださいってもらったやつなんです。これは偉い大使館の人偉いで、なんでかっていうと、こういう本すげえ大使館に送られてくるんですよ。アパの近現代史論文なんとかってあるじゃないですか、アパのパン南京大虐殺嘘パンフレットとか、もうこんなに来るんですって。で、これ全部大使に見せてるとやばい大使になる。で、実際モナコの大使と
イスラエルの大使がヤバい人になってイスラエル の、まあ、辞めちゃってる大使ですけど、元大使がこの間出した新国日本っていう本で撮ったんですね。あらイスラエルだろ神の国はお前いいのが他にもあってみたいな感じがするんですが、ヤバい大使になっちゃうのでとても見せられないっていう。でさらにですね、まあ、こういう、私が今最近熱心に読んでるケント・ギルバートですね、やっと自虐史家のアホらしさに気づいた日本人、ね、えっ、ケント・ギルバートが人相変わりましたねケントさんみたいな感じですが、ケント・ギルバートも最近これの商売でめちゃくちゃ売れてます。で大体自虐史家という人とか言ってる人は、日本はいいことやったんだよ太平洋戦争でっていう派の人です。これは高文雄さんですね。日本人だけが知らない、世界から絶賛される日本人、日本人はじゃあどうなんで日本人だけが知らないのかわからないですけど、こういうさっきのサピオの特集のように世界からこんなに褒められてる人は、例えば台湾でダムを作った人、植民地系っつっても日本はひどいことしてません、欧米と違って、朝鮮でもダムを作ったしっていうので、地元からも褒められてるんですっていうのは延々と並べてるわけです。でこういうネタが今教科書にどんどんなりつつある。でもちょっと時間がかかってきました。であとはまだ産経新聞読んでるのはなぜ読んでるかというと、こういう広告を収集するためなんですけども、日本は本当に奇跡のこれですっていうんで、ヘンリー・ストークスっていう元ロンドンタイムズの、東京駐在員の人が、欧米の侵略を日本だけが撃破した、えっていう、すごいもう驚いちゃうんですけども、これは極空出版っていうやばいところから出てる。でこの極空、まあいいや、選挙になるとですね、反共産党のなんか内情暴露みたいなやばい本をポストに突っ込まれて、よく極空出版の本が来てるっていうやばい本屋なんですけども、これヘンリー・ストークスっていう、ちょっとやっぱりこれもね、猛録しちゃった人が、高齢の方が書いてるんですね。でこれヘンリー・ストークスがやたら本出してて、ハート出版からですね、大東亜戦争は日本が勝った、すごいですね、この量子力学の多元世界の、別の世界線から来たんじゃないか、だから日本が果たした人類史に輝く大革命って、白人の惑星から人種平等の惑星、いやこれ言葉を失ってしまいますね。これをですね出してるのがハート出版、ハート出版ってこう心温まる出版社で、この他にあと、まあ、スピリチュアル系の本とかですねなんか癒しの本とか出してる、こんな悪い本だ、日本が果たした人類史に輝く大革命とか、ちょっとやばいですよねこれね、マジでね、もうほとんど信仰ペケペケじゃないかっていう思うぐらいですが、こういう本が出て、さらにこのハート出版はやっぱりこんな話してると終わるぐらい、ごめんなさい、もうこれで終わりますから、子供向けのこんな本も出してる、日本とアジアの大東亜戦争っていう、これ全部ルビフってあるじゃないですか、これは吉本貞明っていうのが大人向けに書いた、こういうコテコテのこの大東亜戦争の真実みたいな、そういう本の全部字を大きくしてルビを振っただけなんだけど、子供向けとして売ってるんですよ。だから俺が言ってる板橋区の図書館ではこれ子供向け本のコーナーに入ってるんですよ、これが。でも中身めちゃくちゃ難しいんですよねただルビが振ってあるだけでこの一節で大東亜戦争の全てが分かる、大体こういう煽り文句は嘘ですすみません、業界で。で、世界史から見た大東亜戦争、これも吉本貞明さんの書きまくりですね。で、最後、吉本史観で検証する、渾身のノンフィクション、いや、フィクションです、みたいな。こういうんで、ハート出版を大儲けしてます。また、これ、こういう子供向け戦争の真実とかですね、さらに丸谷彩仁さんは、日本軍は本当に残虐だったのか、こういう問いかけを、しています。でここで実は元に戻るんです、このタイトルの話になります。実は、1997年の、新しい歴史教科書を作る会が登場した過程で、これまで自虐戦後教育は自虐史観でやられてきて、日本は鍵括弧悪い国だったっていうふうに押し出されてきた、だから悪い国だと希望が持てないから、希望の持てる歴史教科書っていうのは彼らの売り文句でした。で悪い国っていう描き方をしてきたっていうふうに彼らは言う、いいか悪いかしかないんです、この人たちには。悪い国っつっても中身があるんだろうと。で単に国丸ごと悪いっつって、そんな言うこと言う、こんなこと言う人いないじゃないですか。例えば軍国主義であったり帝国主義であったり軍部であったり、さまざまな具体的なものが悪いことをしたっていうのを言ってるに過ぎないのに、日本国中を悪者に仕立て上げたっていうふうに描き出す。だから日本軍は本当に残虐だったのかっていうのも、藁人形に自分で答えを言ってるだけ。
昔の人は戦後の歴史観では日本が残虐だったっていうことにされて悪者化されている、だけど残虐じゃなかったんだっていうんですけど、それを藁人形に独り言を言ってるに過ぎない。日本軍が全丸ごと残虐だったなんて言ってない。日本軍の特定の作戦行動において非常に残虐な行為があったっていう。だから残虐でないことをやってたところもあるかもしれないです。それは丸ごとなんてそんな乱暴な話はしてないですよ。にもかかわらずこういう藁人形を立てる。なので今日見てきた雑誌やつもですね、いい日本人っていうふうにしましたけども、悪い日本人みたいには、まあ、単純化とかの果てにこういうものが出てくるようになってしまったっていうところで、現在の日本すごいコンテンツの中の、日本すごいコンテンツの中のですね、なんて言いますか、単純な愛国ナショナリズムっていうか、そういうものとの絡みでもやっぱり日中戦争初期っていうのは非常に興味深いし、この頃の歴史をもう一回ちゃんと丹念に見直すことでですね、今日にもつながるものは見えてくるんじゃないかというふうに思いました。で、昨今、いやもう喉が枯れてきました声色を使いすぎましたで、昨今ラドウィンプスっていうバンドがですね、日の丸っていう曲を作って、イニシエよりなんとかこれまで日本を守ってきた、まあ御霊になんとかっていう、そういうですね、靖国神社のテーマソングかみたいな歌を作ったり、それを炎上したっていうか、炎上させたっていうかなんだこれはっていうんで問題にしたんだけれども、そしたらそのラドウィンプスっていう君の名はっていうアニメ映画の主題歌を歌った人たちですけども、その人 の作詞作曲したボーカルの人がですね、日本が好きで何が悪いっつってね、日本が愛して何が悪い、いや、お前が愛してる日本って何って思うんですよ。いや、悪いもクソもないよ。まず、お前が愛してるものってどっからどこまでですか、その中に俺も入ってるみたいな。それから、いろんなとこどこまで入ってるの日本の中に、思うんですよね。でも、そういう恥ずかしい開き直りが平気で流通しちゃっていて、日本を愛して何が悪いっていう発言に一斉にこの賛同のメッセージがついたりして、いや、そもそも日本がお愛して何が悪いって最初に言ったのは渡辺正一なんですよねで、この1999年の国旗国家法の時に、日本は愛、国旗日の丸を愛して何が悪いって言って特集を打ったのがサビオなんですよ。で、こういう恥ずかしいですね、しかも愛してる対象が何かもよくわからないような恥ずかしい告白を、あたかも政治的なメッセージであるかのように言ってきたのが日本の右派論壇で、もうそれが四半世紀20年以上続いている。その中でそれ以降に生まれた、20世紀に入ってから生まれた人たち、もしくはいわゆる鍵括弧平成に入ってから生まれた人たちが、あんまり罪悪感もなく恥ずかしげもなく日本を愛して何が悪いって言って開き直っているっていうことなんです。で、これを もちろんだからなんだっていうバカだっていうわけではないんですが、そもそもやっぱり対話をしなければならないと僕は思っています。やっぱりあなたが好きな日本ってどこからどこまでなんですかっていうことです。隣のおじさんは入っていますか、浅原翔子は入ってますか、この中に。彼も日本の生み出した一部です。にもかかわらず全部そういうところを切り捨てて都合のいいところだけ見てませんかと、日本だと。で、新日本不動機とか私毎回見てるんですが、それああいうのって見てるとですね、単に民放の日本のすごい番組と違って、ドロドロ民族、日本の伝統とか民族のドロドロ部分まで端なくもテレビになっちゃってるんですよ。例えば、いまだに秩父には秩父公民党事件の和歌に毎日お花を手向けてる人がいるとかね。そういう日本近代史の中で忘れ去られてきた人たちをいまだに覚えている人たちもいる。もしくはドロドロの神がかり儀式が未だにあったりとかするとか、すごい面白いんですが、そういう非常に幅があるんです。日本つって一言で言っても日本の何かっていうのははっきりしないまま、日本がいい悪いとかそういう論議には乗るわけにはいかないし、そんな藁人形をやってるやつはみんなインチキだっていうふうに私は言いたいので、今後もやっぱ本を書いていこうと思います。ということで、ちょっとオーバーしてしまいましたが、以上で今日の講演を終わろうと思います。どうもありがとうございました。それではですね、15分ほど休憩を取りまして、その後質疑応答をさせていただきたいと思います。じゃあ質疑応答を始めますので、大変面白くお聞きしました。
早川さんの皮肉はですね、非常に楽しかったです。で、講演で指摘されてたことはですね、やっぱり日本人の気質とか国民性とかの問題だと思うんですけど、まあ私もその通りだと思います。日本人というのは何事にも流されやすくて、すぐに騙されてしまうということで、まあ不勉強ながら私が思うのは、その日本人は自分で判断せずにですね、何かに従うだけでよしとしてしまうという必ずではないかなというふうに思いました。で、その判断力のなさとかですね、自分で考えないということはですね、まあ今日でも同じなんです。で、一つには教育の問題があるような気がします。本日のトピックスで言うと、オウムの事件に関しても、まあ、勉強はできていてもですね、言われたままに何も判断せずに罪を犯してしまう、人殺しをしてしまう。で、頭の良い人ではダメなんですね。やっぱり自分で判断して行動するということが重要だと思うんですが、早川さんが思われる、まあ、今の若い人たちですね、そういうようにこう考えて行動させるためには、どんなような教育をしたらいいのか、今の日本の教育の問題について何かご意見があればお聞きしたいと思います。日本人の、まあ、気質っていうふうには僕はあんまりこれまで考えていませんでした。というのは、日本人やっぱこれもいろんな人がいるんですよね。なんで人の割合はできないんですが、でかつ日本人の国民性とかそういうのも下手に言ってると足をすくわれがちな日本文化論的なものになる、文化本質主義的なものになっちゃうんであんまり言わないんですが、もしもその言うことを素直に聞くような人とか、言われたことに従順な人を作らないようにするためにやっていうので、私が以前にも別のところでも話しましたが、私が提唱したいのはですね、物分かり人の悪い人になろうということなんですね。いやちょっと言われてることよく分かりませんっていう一発を置いてですね、ちゃんと相手に説明をさせると、その言われてるわけで、今回の去年家計にしても森友学園のことにしても官僚の忖度っていうのはやっぱり物分かりのいい人たちが増えすぎてんじゃないかと思うんですよね。いや言ってもないのに分かっちゃう、それは分かったうちに入らないぞ君と思うんですが、やっぱり物分かりが悪い人になれば、いやで何が言いたいんでしたっけって言わせちゃうということができるんだけど、言わせるとそこに命令やら、まあ指示やらが発生しちゃうし、そうすることで、自分の判断も言いやすくなりますよね。であなたがでもそうしたいっていうのは何でなんでしたっけみたいな、そういう徹底的にボケまくってですね、いうことで、その相手の命令やらオーダーやら、例えば統制やら規律やらの根拠がどこにあるのかっていうことをえぐり出すことができることになると思います。なので産経新聞を毎日読みながら産経新聞の投書欄とかですね、素直に読むと、ああまあ憤りも最もだなみたいなのあるんですよ。例えば白鵬が汗を拭かずにいつも土俵に登るのは卑怯だみたいな、日本人としてどうなんだとか、相撲としてどうなんだみたいな、ああまあな、汗はなぬるぬる滑るからと、でもそれなんでそんな大相撲の権威と関係あるんだっけみたいな、そういう一発ツッコミを入れて物分かりの悪い人にならないと、スルッとそういう結構ヘイトも絡んでいる民族発言に受け入れちゃうことになる。というので、私は教育現場で絶対もしも俺が文部大臣になってですね、道徳教科書を作るのだったら、まず物分かりの悪い人になろうっていうのを提唱したいと思います。ありがとうございました。はい、それでは他に、はい、じゃあ、今日お話ありがとうございます。スライドの中で、ヘンリー・ストークスっていう人と、あと藤田なんとかっていう翻訳者が出てきたと思うんですけど、自分の記憶の中にあるところとしては、結構前のニュースか何かで、ヘンリー・ストークスの書いた本の中に、南京大虐殺がなかったところを書いてあったと。それが翻訳者の藤田が勝手に書き加えたことだったみたいな、ちょっとうろ覚えですけど、出来事があったような気がするんですけど、ヘンリー・ソークスっていう人は
どういう何者なんでしょう、ケント・ギルバードと同じような種類の人なのか、それともなんか自分であんまり喋れないのもいいことに翻訳者が勝手にあのストークスの声として書かれているような感じなのかどうかっていうのを、まあ、もしご存知でしたら教えてください。なかなか渋い質問ありがとうございます。ヘンリー・ストークスの件は確かに3年前に小電車新書に、ヘンリー・ストークスが出した時に勝手にその藤木だか誰かが書いたっていうやつだと思います。で、結局そのヘンリー・ストークスの盗作騒動ということで、ヘンリー・ストークスは最初女は自分は書いてないって言ってたのに、結局丸め込まれてことが収まったっていうやつがありましたよね、確かね。で、この結構ヘンリー・ストークスという人は結構高齢なんですよね。もう76いってるんじゃないかなと思います。で、あのケント・ギルバートほどあのやる気満々でこうやってるっていうわけじゃなくて、あ、ケント・ギルバートもそれは盗作騒動がありましたよね。2年前でしたか。PHP から出てる本で、自分が参照してもいない中国人研究、読んでもいない中国人研究者の一部分を丸ごと引用して、しかも結論をねじ曲げたっていうことがあって、その引用された中国人の中国研究者の方が激怒してですね、PHP に乗り込んだら PHP があの声明を出さざるを得なくなってしまい、実はとケント・ギルバートの口述筆記をもとにやってるんだけれども、それはライターが書き加えた部分でありまして、大変申し訳ありませんでしたと、だけど絶版にはしませんみたいな、そういうのを PHP が出してましたね。あ、結局ケント・ギルバートもライターが書いてんじゃねえかと、結局というのは初めてそこで分かったってことになります。で、ヘンリー・ストークス自身は、まあ、かなりそのパートナーの藤木なんとか、ちょっと名前忘れましたけど、が書かせている感はしますよね。ただし、ヘンリー・ストーク自身の英文のそういう大日本帝国用語本も実は出ていて、でそれがタダでやっぱり大使館に配られて、それをもらいました。なので、やっぱり日本で商売を、まあ、東京の駐在員だったこともあって、日本で商売を続けていく上では、そういう連中とも、まあ、一蓮托生だなって腹を決めて商売してんじゃないかなというふうに私は思います。ただこの人自身だから、もともとどういう思想性だったかっていうのはよくわからないんですよね。本や日本で出てる本からはどこまでヘンリー・ストークスが書いてるのかよくわからないというのが、まあ、ちょっと正直なところです。はい、でも最近ちょっとハート出版調子に乗りすぎだったんですよね。はい、ありました。すいません、とても単純で、まあ、ちょっとあれちょっと思ってたんですけど、まあ、日中戦争で、まあ、南北の国だとかね、いろいろありますけれども、私たちはこう学生時代はただ日中戦争があったっていうくらいで、そんな日本軍の内陸のことを聞いてないんですけども、よく分からないけど考えてみましたら、中国っていうのはもともとそれこそ日本がね、お手本にしてきた国ですよね。それで、まあ、祖国時代でも、そして中国とオランダですか、と貿易してたぐらいですよね。では、日本の古来の感じもそうですし、お手本にしてきた国ですよね。そこを、その、なんていうかな、邦人保護のために戦争したとか、そういう話も聞きますけれども、もともとその、まあ、敵視するようにね、中国をその、お手本にしてた、古来お手本にしていたその中国に対して、そういう、なんか敵視をね、するっていう、そういう、まあ、無になった情勢は、政治体制とか、その思想的なものとかね、その裏にあたってどういうものがあるっていうのね、中国を敵視して、こう、まあ、戦争したっていうのは、その背景があるものって言ったり、もともと古来お手本にしてたっていうのもね、そんな風に、逆に敵と見なすっていうのと、どういった変化というかね、あったのかというのちょっと、疑問なんですけれども、すいません。ありがとうございます。まあ、もちろん当時の日中戦争前後の政治的なあるいは軍事的な要因って直接性はそこにあると思うんですよね。例えば中国の、当時、暴子幼鳥っていうこともあって、に悪い品をやっつけるっていうのがスローガンでありましたよね。で直接はその日本 の満州支配であるとか、その北支への、進出に対して抵抗したっていうのは直接性ではあるんですが、もう少し今のお話ですと、その、まあ、古来漢字を意味したそういう国が何対してなぜということについてお答えするとすれば、これは私の考えなんですが、
実は元居宣長の書いてるものに古来からの中国から日本とかその中華文中華の漢字文化圏が学んだ美質、これがそれぞれのオリジンの国では死に絶えて日本だけに残ってるっていう考え方があるんです。国学の日本中心主義みたいなもので、で元居宣長もそういうことを言ってたし、平田篤胤がさらにそれを拡大解釈して日本が文明の世界文明の発祥地なのであるとみたいな、もうちょっと頭おかしい感じでところで言っちゃうんですよね。でまあそれは平田篤胤はまず置いといて、とにかくそういうふうに本来ならば偉大な教師の国であったものが堕落して、今日本だけが我が日本だけがそれを引き継いでいるっていう考え方はすごい根強く日本思想史上ではあったように僕は思います。でそういう意味では敵視なんじゃなくて中国蔑視っていうのが対外的な、とりわけ江戸時代元居宣長の時代以降はやっぱり対中蔑視っていうのは基調線基本線なんじゃないかなと僕は思います。なのでそれが帝国主義的な拡築であるとか植民地争奪戦の時代になるとやっぱり暴子幼鳥悪い中国をやっつけろっていうスローガンになっていって、それを敵視っていうことになるんだというふうに思いますが、まあちょっと早川の独自研究なのであんまり受けないでくださいけど、なんかそういうのをすごく感じるんです。明治期以降の、そういう国学とかあとナショナリストの本とか読んでると、そういう論理っていうのは元居宣長を引きつつそういう論理が駆使されている。最近では武田恒康の本にもそれが出てくる。これなんか一貫してるものがあるのかなっていうふうに僕は思っています。ということで私の観点からはそこを切り取って見ていました。子どもの教育でその天皇を敬えみたいなのがいくつか出てきましたけれども、私の母などはなんか天皇と皇后の写真を小学校の校長室ですかどっかに飾ってあって、天皇と皇后というものは絶対に年を取らないもんだと信じていたそうです。で、戦争があって、戦争を日本が負けたということに対してですね、負けてそれで昭和天皇も皇后も年を取るということが分かったら非常に怒りましてですね、全然昭和天皇大嫌いになってで明治天皇に憧れて明治天皇という映画が作られましたですよね。なんか、それをウキウキと、ね、夫婦揃って見に行ったということを覚えているんですよ。でそういうのを見てて、その天皇崇拝の思想を子供に押し込んだって、そんな簡単になんていうのかな、やっぱり自分の現実の生活が悪くなれば天皇崇拝をいくら言われても信じないんじゃないかなというような気がするんですけど、どんなもんでしょう。もちろんおっしゃる通りで、教えたからといってみんなが信じるわけではないし、いくつかのやっぱり戦時中に子供時代を育てた方の証言でも、いや別に自分は天皇神様だなんて全然思ってなかったとか、そういう方は別にたくさんいらっしゃると思います。ただ、興味深いのは児童読み物作家の山中久志さんという、僕ら小国民シリーズとか、あと暴れ発着とかの連続をお書きになっている方がですね、これ直接は教育直後についてなんですけど、教育直後は子供に叩き込まれた、でいいものだから、みんなが信じたわけじゃない、暴力で叩き込まれたのではって言ってるんですよ。例えば、当時の国民学校もしくは尋常小学校とかで その天皇の御神栄をこういう行動のここに掲げて、まずはそこの宮城要拝やって、この天皇の写真の背後に教育勅語を読むっていう教育勅語報読式っていうのがやっぱり 毎年かな、年に1回かなやってる中で、鼻をすすったりですね、ズボンの前のボタンチャックが開いてたりとかね、するとこっぴどくぶん殴られるわけですよ。で法案で今おっしゃられたように、その御神栄が普段納められている皇帝の一つに
コンクリート作りの法案殿とかが作られて、その前を通るときに敬礼しないとぶん殴られると、とにかくぶん殴られるって言うんです。で、そうしたやっぱり、暴力とワンセットじゃないと人は言うこと聞かないんじゃないかと思いますけどね。ただしそうでなくても自然にこの敬愛の情が湧いてきた、桜井よし子さんとかね、そういう人はもちろん湧いているのかもしれない。だから違いには、だから僕は言えませんが、証言として残している人たちはやっぱり怒りとともに、そしてお母様のように怒りとともに、なんだ幻想じゃないかみたいな怒りとともに、そしていつまでも許せない、上からの暴力の痛みとともに記憶しているがゆえに、そういう証言が今残っているんだなと思ってますので、教科書に書けばみんな信じるわけではない、そんな感じかな。はい、はい、ありがとうございます。他には、じゃあ、非常に些細なことなんですが、講談社の先ほどの絵本を拝見したときに、陸海軍がバランスよく取られているというのがあって、確かに表紙、見開きの陸軍海軍大将もそうなんですけども、記述までも実際は陸軍主体の作品であったにもかかわらず、海軍も非常にバランスよく作られているんですよね。登場するのはあのあたりが、戦時中の太平洋戦争になるとそれが軍下の指導ということが増えてくるとは思うんですが、この当時は雑誌側のいわゆる忖度によるものが多かったのか、それとも軍の方からもそういう指導がなされたかということについてちょっとお答えいただければと思います。やっぱり陸海ともにどれだけ露出しているかというのは激しい競争をやってましたから、お前それでよく戦争できるんだと思うぐらい喧嘩してましたから、これ忖度っていうよりもそういうふうに平等に扱わないと軍の関係から情報が降りてこないっていうことがあったと思います。そういうプレスリリースとかで困らされる。だから、講談社の絵本でも1940年にの終わりぐらいに日本の陸軍っていうのが出て、同時に日本の海軍って2冊出てるっていう、このバランス感覚っていうのはご覧になって分かるように激しいものがあったと思います。で、普通陸海っていう陸軍が先に来るっていうのは海軍は気に食わなかったらしいで、日本航軍といえとかね、例えばね、そういう喧嘩もあったっていうのは辻田正則さんの空気の検閲っていう本にもちょっと出てきてます。そういうやっぱ熾烈なバランスの上に成り立っていたと思います。はい、忖度っていうよりも必死だったと思います。ありがとうございました。先生の何でしたっけ、新国日本のとんでも決戦生活を面白く読ませていただき、こちらを参加させていただきました。あまりに過激な残酷な絵本でクレームがついたという話が先ほどございましたよね。問題になったという、なぜでした、なんか表現が、いや今だったらクレームがつくでしょうね。そうですか。当時の親たちはそういう、なんていうんでしょう、意見やそういったことはなかったんでしょうか。ああいうものを出して、毛糸や春や冬物のそんなのを読みながら、そんなのが出てきて違和感というか、そういう市民の発想とかそういうことはなかったんでしょうか。あとそれもう一つ、そういったものを講談社やそういう大きいところがどんどん出していく中で、良心的な出版とか情報メディアはなかったんでしょうか。はい、2つの質問をいただいたと思いますが、1つ目に関してはですね、1938年、39年にかけて児童文化の統制が開始されます。児童文化協会っていうのが結成されて、これも山中久さんの戦時期児童文化研究史か児童文化史に詳しいんですけども、あんまりに過度に残虐なものとか、私虐心を煽るものはやめろっていう統制がかかるんですよ。ただしこの軍記物に関しては残虐じゃないんですよ。あれは残虐じゃないんです、英雄的行為なんです。で、統制されたらもっとエロいやつとかエッチなやつとかですね、めちゃくちゃ人を単にいじめてるだけのものは、例えばただ単に人を切ったり殺したりとかしてるだけのやつは統制されていくんですが、こういう軍事物の残虐シーン、今から言えば残虐に見えるんだけど、当時は英雄的行為で、残り続けます。太平洋戦争の前、1940年ぐらいまで残り続けます。これは
講談社の絵本だけじゃなくて、例えば農家向けの雑誌であった家の光っていう雑誌、今もあります。これの、子供の読むページっていうのがあるんですが、ここでもやっぱりこういう玉を当たってグー上みたいな、そういう兵士の絵とか、鉄砲がなくなっちゃったんで、扇だけ掲げて走ってる絵とか載せましたから、新国日本に。そういうのはと思うようなやつも生き残りました。ところが1940年、まあ昭和15年16年ぐらいを境に、こういうさっき絵本でご覧いただいたような戦場の生々しい残虐シーン、まあ残虐、今でいう残虐シーンは一切姿を消します、報道とか絵本から。これは残虐だから消したんじゃなくて、軍の方針で、つまりこういうのっていうのは個人の英雄的なものを描いたものですよね。塹壕に突っ込んでいった何々上等兵とか。ところが軍の意向でこういうその個人的な英雄的行為を称賛するのは軍事思想の寛容の面から言ってよろしくないっていうことになるんです。現代戦は組織戦であるということで、あんまりこういう個人が血みどろみたいな消えます。だから大東亜戦争始まってからの絵本も集めてみたんですが、みんなただ単に軍艦が飛んでるとか戦車が大砲を撃ってるとか、人間は偉い人がこう並んでるとか、イギリス人の幸福の旗、まあ、シンガポールの有名なやつ、ああいうところの人が人間出てこなくて、血みどろ戦場ものっていうのは消えちゃうんですね。だからこれはやっぱり残虐という基準ではなかったんだと。軍事思想という面からだったと思います。それから当時の良心的な出版社ですが、まあ、良心的な出版社もありました。白洋社とか、改造社とか中央公論とか、一応まだギリギリまで抵抗を続けたところはあったと思います。それはもちろんだけど、昭和あと1939年に人民戦線事件第1次第2次っていうのがあって、共産党員じゃない単なる左、まあ、左派の左翼の学者も全部パクられちゃう。それから、激しいその、出版統制が行われて、そういうそのマルクス主義の本ももちろんのこと、現代戦に批判的な本も徹底的に騙したり、下手すると例えばホーリネス教会っていう教会の出版物も全部ほとんどがハッキングされちゃうっていう厳しい用紙と、それから紙ですね、紙と出版統制が昭和13、14、15とどんどん進行していく。これ国家総動員法ができて、用紙統制とかも一手に内務省ができるようになったとかですね、商務省と内務省がタッグを組んで、そういう紙と出版と両方を抑えちゃったっていうこともあって、どんどん出せなくなっていきます。で、中央公論もそうですし、まあ、改造もそうですし、中央公論も例 の、 横浜事件で最終的に、発売禁止というか刊行停止っていうふうになってしまう。で、当時の抵抗っつっても、もう書く人みんな牢屋に入っちゃったんで抵抗できなくなっちゃうんですよね。昭和12年、13年の段階ではまだ、例えば当時の有名な唯物論の哲学者であった戸坂淳、戸坂淳に文芸春秋が日中戦争これからどうなるでしょうかっていう はがきアンケートを取ってるんですよ。で、戸坂淳がいや、そういう戦況のことは私には何とも申せませんねみたいなさ、そういう、あ、さあ失礼しました、何とも申せませんねみたいな返事を寄せているんですけど、やっぱり捕まっちゃうんで、捕まっちゃって、それで一回、出てきても今度はもうペンネームでしか書けなくなっちゃうし、ペンネームで書く内容もそういう現体制の批判ではなくて日本文化はどうあるべきかみたいな本しか書けなくなっちゃうんですよ。これは例えば戸坂淳全集のもう 最終巻とか見てると涙ちょちょ切れるような、当局の激励に触れないような書き方をせざるを得なくなっている。で、みんな当時の唯物論研究会の船山新一とかそういった人たちも転校して出てきて、でもすることがないから分筆で書くしかない、分筆で書くにはどうするか、漁業組合 の漁港担保機を書くしかないとか、そういうふうに追い詰められていくんですね、どんどんね。なので、そういうこともあったので、見る限り、目に飛び込んでくる限り、そういう抵抗というのはやっぱり死に絶えてしまうと思います。
いや、地下活動ないですね。ないっす、ないっす。地下活動はないです。地下活動をしていた、例えば大阪の春日正次郎さんたちもが地下活動で共産主義社団というのを密かに作るんですよ。昭和15年か16年かそれぐらい。すぐ捕まっていって牢屋に行ってしまう。なので文化人たちの地下活動っていうのはやっぱり伺えないです。これまでいろいろ見てきましたけど、でも例えば山川菊江さんとか山川金の奥さんとしても、この人もずっと左翼の文筆家で鳴らしてきましたけど、もういよいよ書くところがなくなってしまって、柳田国夫のところに入門して、武家の女性っていうのを書くんですよね。自分のところは人の母方が水戸藩士の儒学者なんで、これまでお母さんのことをずっと書くわけです。水戸藩とか水戸の天狗騒乱とかでどういうことが起こったかってルール書く。これ非常に一級の名作を書くんですけども、そういう形で例えば民族的なものを調査するとか、そういう形でしかここをしのげなかった。でも彼らにとってもしかしたらそれは抵抗だったのかもしれません。山川菊江は最後まで戦争行け行けみたいなのは書いてないんです。その代わり自分家のおばあさんの話を書く、そういう協力しないっていう形で抵抗したとしか言えないですね。はい、文学家とか画家とか音楽家すべて戦ね、翼賛体制に組み込まれていったんですけれども、抵抗した人はそういう書かないということで抵抗していったわけだと思います。はい、ありがとうございます。すみません、僕なんかあんまり知らないうちにね、自虐史観っていう言葉が出てきて、例えば南京大虐殺で40万殺した、まあ40万も殺してないと思いますけど、中国なんか文化大革命の時に1000万とか2000万とか一番すごい数は7000万殺したという、粛清したという本がありました。だから40万ぐらい殺したって自虐史観なんかにならんじゃないかなと思うんですけど、いつの間にか自虐史観という言葉が出てきたんですよね。その辺の成り立ちから僕もすごい知りたいなと思って、で今それがずっといろんな出版社なんかに出てきて、例えば朝鮮人の強制送還なんかも像を建てようとしたら反対で作れなかった。第一って大国先進国と言われたような国で大量虐殺してないような国なんかないんじゃないと思ってたんですけども、一体どこからそういう言葉が出てどういうふうに広がってきたかっていうのを今すごく知りたいなと思ったんですけど。でも虐殺をなんか容認しているようだと私は気になるんです。容認はしてないですよ。でも大国とか先進国で大量虐殺してないような国なんかないですよ。でもちろん中国なんかもう歴史のたんびに大量虐殺してるし、こうとか言って埋めちゃう人を埋めちゃうなんていうのは日本がやったってされてますけど、もともと中国の歴史の中でいくらでも出てくる話だし、文化大革命の時には1000万とか2000万とか一番すごい本では7000万粛清したのに、質問でだから日本がやったらいいんですか。いやもちろんダメですよ。だからその時なんで自虐史観って言って、時間がありますので質問に、じゃあいいですか。旧時代から大日本帝国の軍隊が中国大陸でこういうことをやったっていう時に、必ず例えば中国の歴史ではこうであったとか文学ではこうだったのかっていうか、そういうのを対峙してどうもその穴埋めしようっていうか、水をで薄めちゃおうっていう言説っていうのが、出てきたのはやっぱ83年ぐらいですね。そういうふうに言って会ったことをなかったことにするっていうのは嫌なんですよ。そうですよね。だからそのちょうどの最初の教科書問題が、最初っていうか第2次か第3次か忘れましたが、80年代初頭の例の侵略を進出に書き換えたっていう教科書問題の頃に、実は自虐史観っていうのを神社新報のマイナーな機関誌で清水慶八郎っていうのが使い始めてるんですよ。でところがその頃はまだこれも一部のアレな人が使ってる言葉に過ぎなかった。ところが96年97年にかけて西尾幹事と藤岡信勝がその古い物置から引きずり出してきて自虐史観だということを言い出した。つまりそれは何かというと、
あの日本の戦争犯罪について詳細を明らかにしようとすることとか、一体戦争中に何をやったのかっていうのを知りたいと思うとか、やっぱりそういう当時やったことは申し訳ないと思うような気持ちとか、さまざまなものに歴史や感情や気持ちそのものを全部ひっくるめて自虐史観っていうレッテルをつけたのが流行り始めた最初です。とりわけ藤岡信勝の自虐史観の病理、あ違う、これは、西尾寛治だったかなの病理っていう徳川書店から出てる本がすごい売れたんですよね。でそれから流行り始めちゃった。だけど例えば当時から作る会の歴史修正主義を批判してたような人たちは、いや自虐史観っていうのはまずそもそもそのレッテルからおかしいだろうと、自虐の字って誰のことなんだよと、お前は日本かバカ野郎みたいな、そういうような批判を続けてきて、続けてきたんだけれども、やっぱり自虐史観って分かりやすいから、やっぱり流通しちゃったんですよね、まあ、こったに許し難いことに。で相変わらずさっきの最初のお話の時にもお話したラドウィンプスの日本が好きで何が悪いと同じように、対象が自分ではないのに自虐っていう、しかも虐げてるって言えんのかと、その歴史の事実を明らかにしたり、帝国主義は何をやったのかっていうことを明らかにすることが逆なのかと、お前の帝国主義なのかと私は言いたいわけですよ。そういうような言葉を使ってるとやっぱり頭悪くなっちゃうと思います。でしかしその一応良心的な方でも一応自虐史観とか言っちゃう、たまにポロッと言っちゃう人とかも出てきてですね、と思うんですけど、そういう単にレッテルの裏にはきちんと すごい思想があって、そういう言葉を使うことで思想もそういう風になっちゃうっていうことは僕は注意しないといけないなと思います。で先ほどもちょっと会場でもお話になったみたいですが、まあ帝国主義なんだからどこやっても同じじゃねえかっていうか、どこの国も虐殺してきたじゃないかっていうような議論については、僕は思うのはしかしそこの前にどこの国でもっていう前に、帝国主義の時代とそれ以前の産業資本主義の段階と戦争の形態変わってるんですよ。で第二次大戦終わった後のもう戦争の形態が変わってます。植民地争奪戦だった頃にやった頃、それから植民地を拡大してる頃にやってた戦争、性格が違います、戦争の性格が。だからどこの国でも虐殺のように成り立っている、確かに死んだ人の数から見ればそうですが、殺し方、支配の仕方、殺され方のちゃんと区別つけて話そうよっていうふうに僕は思うんですね。だから例えば当時のスターリン、まあ、社会主義って言われている国で起こった大粛清の問題についても、それは帝国主義戦争と同列に語ることはできない別の悪い問題だと思ってるんです。これは人民の解放を謳いながら実はそういうことをやってたっていう問題なので、どうしてもこういう、ナショナリズムを絡めてしまうと、いい国悪い国はよいい、日本はいい国だった悪い国だったって単純化されちゃうんですけども、アメリカの帝国主義、イギリスの帝国主義と日本の帝国主義は成り立ち方が違うので、その帝国主義の現れ方も違うというような、一つ経済学っていうか社会科学的な見方を一発入れると泥沼合戦にならないと思うんですが、そこをちょっとせっかくの機会なのでちょっと自分の話させてもらいました。どうもありがとうございます。はい、ありがとうございました。じゃあちょっともうそろそろ時間なので、あと1問ぐらい、あ、じゃあ先に挙げられた山田さん、自虐史観という言葉を使っちゃいますが、そちらの方々が作った教科書が、検定合格してしまい、ちょっとショックだったのは、東京都の中でそれを採択した学校が結構出ました。それで今のどれくらいかちょっと自分はわからないんですが、その辺の状況と、あとまだ検証されてはないと思うんですが、その結果そういう教科書を使い続けてきたその何年かの教育の結果で、何かそのこういうことが見えるような、そういうことがありましたらちょっと教えていただきたいと思います。そうですね、一つ目の質問については、まあ、今最近全部で育法者とそれから自由者
ていう、今2つのところからそういう歴史修正時代の教科書が出ていて、それの全部の全国の採択パーセント3.5か 3% それぐらいですよね。ところが例えば横浜だと横浜市全部が移行者の教科書を使っていると問題になっています。で、今朝も BS の TBS でやってましたが、教育の愛国っていうドキュメントをやってましたが、今の新しい戦場は道徳の教科書です。で、道徳の教科書には移行者はまだ参入してないですが、今度日本教科書会社っていうのも参入ってきて、これはヘイト本を出している出版社の隠れ身にした会社です。で、こういう形で歴史教科書から道徳教科書まで、戦場が今広がっているっていうのが現実です。で、作る会の一番最初の新しい、国民の歴史か、あれが出てからもう20年経ちます。で、この20年でやっぱりいろいろ変わったんじゃないですかねっていう、それを調査しているものっていうのはあまり僕は過分にして知らないんで数字的には申せませんが、例えば今大学生の人たち、今大学生の人たちっていうのは大学、1998年以降に生まれた人たちっていうのは生まれた時から作る会の教科書があるんですよね。で、生まれた時から自虐史観という言葉が新聞や広告で戻っていた。で、じゃあカウンターの側も同じぐらいの大きさで語れていたかっていうと、まあ、頑張ってきたけれどもやっぱり最近なんかこうどうなんだろうという。そうするとやっぱり今あまり僕自身は使わない言葉ですが、ネトウヨ的なね、やっぱ人たちが増えてるっていうのは、その社会が変わってきている、変質してきているっていうことの一つの表れなんじゃないかなと思います。で、昨今YouTube のネトウヨの動画がどんどんとか、ヘイト動画がどんどん削除されている祭り、春の赤番祭りとかがありますけれども、そこでもあらわになったように、実際やってるのは商売でやってる、視聴数を稼ぐためにそういうのをわざわざ煽るようなものをやって、YouTube に上げていたっていうのがあるんですけども、しかしそのユーザーたちはやっぱり本気で信じちゃうと思うんです。で、実は、2週間前に私は都営三田線の電車の中で衝撃を受けたんですが、中学生ぐらいの丸刈りのですね、顔真っ黒の野球少年みたいな子が、帰りの電車の中でスマホで YouTube 見てる、その見てる YouTube がインパール作戦で日本は勝ったっていうやつなんですよ。で、ちょうど中間テストの前かもしれないから試験対策でこれ見てるのかなと思ったんだけど、インパール作戦で日本は勝った、それを中学生見てる。で、今の昔だったら高木俊夫さんの本とかいろいろあって、いや、インパール作戦お前白骨街道だバカ野郎みたいなカウンターあったんですよ。今じゃあインパール作戦に対してカウンターにやれるのは去年の夏にやった NHK 特集ぐらいしかないじゃないですか。そうやって適当な歴史修正主義のデタラメな内容が流通しているんだから、これはもう作る会教科書だけじゃな い, っていう、社会的な劣化の問題、まあ、劣化って言うと偉そうですけど、社会的な変質な問題だと僕は思うので、そういうことはやっぱ危惧してます。YouTube やっぱり見る子はやっぱあれな感じになっちゃうっていうのは非常によくネットでも言われている言葉です。なので、ニコ動画とかね、お子さんにニコニコ YouTube をあてがう、赤ちゃんの頃から YouTube をあてがう人が最近いらっしゃるようですが、まあ、それもしょうがないんですけどね、テレビ見せるとかしてしょうがないんですけども、まあそんなことはどうでもいいですね。とにかくやっぱ社会全体はやっぱ変容したと僕は思います。はい、どうもありがとうございました。じゃあ時間になりましたので、質疑応答をこちらで終了となります。どうも早川さん、どうもありがとうございました。はい、ではですね、この後、国会前でですね、やります議会選挙の話し合いの長時間どうもお疲れ様でした。ありがとうございます。まあ、ここで国会の方行かれなくて、ここでお出かけなさいて参加された方も本当今日お越しくださってどうも本当にありがとうございます。それで、この後国会前でもまあ、こちらとしてはメインの企画として考えています国会前集会というのを行います。そちらの参加される方ぜひ
もう少しよろしくお願いいたします。で、7月1日中国への全面侵略から81年、本当に今日早川さんの方から紹介いただいたスクリーンに描かれたいろんな画像ですね、なんでテレビでやらないだろうと本当に思います。7月1日に日本人が見るべきものはまさに今日このスクリーンに映し出されたものだと本当に思います。さて、国会前のご説明ですが、まずちょっと実務的なご説明からいたします。今日お配りした資料の中に、Google マップにちょっと書き込んだようなものがありますのでちょっとご覧ください。ここからちょっと1キロくらい離れた国会前で集会やりますので、ちょっとしたご案内を書かせていただきました。歩くことも可能ですし、地下鉄で移動することも可能です。歩く場合は、そのマップで丸1、丸2と書きました。地下鉄の方は丸4って書きました。国会議事堂駅まで移動していただくということになります。それで、3番が食事される方のために虎ノ門経由というルートを書いたんですが、1時間ほど前に私ちょっと気がつきまして、もっと食事するのが適した場所があるなということが1時間後に気づきまして、すぐそこだったんですね。この普段のプロントが、ラストオーダー6時半までなので、そこで、コクマミとソース590円みたいなのをはじめ、損壊のお値段で軽い食事ができるようです。ですので、そちらで食事していただいてから移動することも可能です。ただそこで満腹になって満足されて帰られますので、ちょっとそういうことがないことを願っております。あとおトイレについても、やはりこちらの場所でされていくのが一番いいと思います。常々イライラするのは国会前に市民用のトイレがねえなというのをいつも本当に思ってまして、国の予算で OK だと本当に思ってます。それで少し国会前集会のご紹介いたしますが、少し一つ先に、残念なお知らせを一つ申し上げます。ゲストスピーカーでおまにご予定しておりました、佐々木久枝さんが昨日ちょっと電話がありまして、今週ちょっと頑張りすぎかと、それでちょっと体力の回復もつかなくて、今日はちょっと欠席させてほしいというご連絡をいただきました。佐々木さんは東の方でもご予定で書かせていただきまして、本当当日の体調にどうしても左右されてしまうのでっていうことでしたので、その条件でご依頼しておりました。ただチラシには掲載してよろしいかって言ったら、掲載してくださいっていうご承諾いただいたので、このように掲載していただいたんですが、本当に残念です。で、佐々木さんはこのような集英写真書が3年前に14という本を出されておりまして、その中でご本人の満州時代、4歳から14歳まで過ごされた満州時代の話を書かれております。それを後で少し国会内ではご紹介させていただきたいと思っています。で、でこちらにも実はゲストスピーチをお願いしたい方がおられましたので、ちょっとご紹介します。北光一郎さんです。やっと北さんは住んでおられる平塚、そして隣の寒川での海軍の毒ガス工場の、そしてそれに加担した企業の研究をずっとされている民間の研究者です。で、毒ガス生産に関わっていたのは、その工場で働いた方に聞き取り等も行っておられます。で、またその他の方で言いますと、海野真二さんは実際その毒ガスを使った場所です。中国の河北省まで行かれまして、実際に被害に遭われた方のお話を聞いている方です。そのご報告をお願いしております。また遠藤
美幸さん、この方は日中戦争末期の、カナンで の先生に関わった、まあ、加害者側になるわけですが、日本軍兵士の聞き取りをもう10年以上続けておられる方です。そしてチラシにはちょっと、間に合わなかったんですが、もう一人お招きしておりまして、中島洋八さん、つい最近三軒茶屋で展覧会があったのでご存知の方もおられるかもしれません。満州で生まれて3歳で終戦を受け、その後は中国残留孤児といわれる形で過ごされて、16歳の時にたった一人で日本に帰られた方です。昨年も実は国会前の集会に参加されておりまして、今年はぜひスピーチをお願いしたいということでお招きしております。この方も、この方々のスピーチをまず第一部でやりまして、その後は今日の質疑応答の続きではないんですけども、ぜひ多くの方にマイクを持ってお話しいただきたいと思っています。昨年、集会をやりまして、やはり非常に感じたのは対話が必要だと思ったんですね。やはりみんな去年実はそうだったんですが、本当にこんなところで喋るのは初めてだって方がどんどんマイクを捉えて話されて、それがまたすごく飾り気のない嘘のない等身大の言葉で語られてまして、あ、こういう場が本当に必要だったんだっていうことを改めて思ったわけです。でその、経験を踏襲しまして、今年も第2部が、まあ、オープンマイクという言い方をしてますが、ぜひ多くの方に、まあ、今日の感想でもいいですし、普段思っていることでもいいですし、お話をいただければと思ってます。ただ一つだけ条件としまして、まあ、ここその場は、まあ、場合によってはもっといわゆる日本人といわれる方だけの集会になってしまうかもしれないんですが、私たちの、まあ、この日この4月7日の一つ一つの動作、一つ一つの言葉全てがアジア太平洋の地域の人々に聞かれている、見られているっていう意識はぜひ共有しながら進めたいと思います。あと1分だから、すいません。実は本当この集会を始めてて、本当に後悔ばかりです。まあ、例えば、まあ、ここにもっと宣伝すべきだったとか、そういうことも後悔もあるんですが、最大の後悔はなんで早く始めなかったってことです。まず自分がそうです。なんで日本の市民運動は4月7日に集会をやってこなかったんだろう、まあ、50年前にちょっとあったという記録がありますが、それ以外本当に、まあ、ほぼ50年やってません。なんでやってこなかったんだ、それは人事ではなくて自分がなんでやってこなかったんだということがあります。誰かがやるだろうと思ってたからなんですが、自分についてはもっともっと早くこういうことをすべきだった。そうすればひょっとしたら安倍内閣がなかったかもしれないというとちょっと言い過ぎですが、今のこの惨状、5年間安倍内閣が続いててこれほどのことがありながらまだ倒れない、この悲惨な状況を見るに、やはり4月7日をと向かい合ってこなかった自分たちのこの姿の延長上に安倍内閣の穴様があるって、ちょっと短絡的ですけどね、そう思わずいない時があります。もっともっと早くすべきだった、もっともっと沢市さんの話をもっと早くお聞きすべきだった、他の方々北さんもはじめもっともっと早くお話を聞くべきだったという後悔と戦いながら今日まで来ました。ぜひご時間のある方はぜひご参加して一緒に集会を作っていきましょう。よろしくお願いいたします。またあちらでお会いしましょう。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。